始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。始まってるってことですよね。はい、ですね、おそらく。はい、はい、じゃあまだですね、8時前なんですけれども、ちょっとした何でしょう、アイスブレイクというか、僕の緊張をほぐすために、はい、なるほど、そういう目的ですか。はい、ちょっと雑談をしながら、何でしょうね、ウォーミングアップしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ漆原さん、何の話するんでしたっけ。荒町商店街の話をせっかくなんでしませんか。あ、そうですね、はい、荒町商店街、あ、そうだね。あ、じゃあもし皆さんの YouTube で見てる方、どういう反応かちょっと知りたいので、コメントしてもらいつつ、反応してくれると嬉しいと思います。で、荒町の話なんですけども、皆さん荒町って来たことあるんですかね。仙台市の若林区荒町っていうところがあって、地下鉄の駅だと五ツ橋駅と愛宕橋駅の間なんですけれども、まあ、ほぼ五ツ橋駅ですね。ほぼ五ツ橋です。歩いて7分ぐらいですよね。うん、なんならもう降り、五ツ橋駅の元旧市立病院の出口あたりを出て、うん、もうすぐ荒町商店街の入り口っていう感じですね。はい、あ、まあ、そっか、あそこはもう荒町なんですね。入り口なんですね。そうですね。はいはいはい。うんうん、そっかそっか。で、なんて言いますの？もうフリーズしてるんだけど大丈夫俺。なんか最近なんかこのお店が良かったとかそういうのないですか。岩村さんおすすめのお店とか。最近でしょ。荒町、最近の店、はい、実は新しい店、はい、ピザ屋さんとタイ料理屋さんできたんですけど、はい、行ってないですよまだ。お、実は私昨日行きましたよ、ピザ屋さん。お、ピザ屋さん行きました。行きました。はい、今店内飲食できるみたいな。あ、そうそうそう、うん、はい、あそこどこ、爬虫類クラブさんのすぐ、うん、隣かその隣ぐらいのところに新しくできたところですよね。そうです、そうです、そうです。昨日たまたま、そうそうそう、土取りの方に用事があったので荒町商店街でお昼食べて、でその後、はい、ビーアクプールという床屋さんで髪を切ってもらうというですね。おや、ビーアクプールといえば、はい、本日ゲストでいらっしゃってる庄司さんのお店ですね。はい、私は入り口のとこですもんね。うん、そうですね、本当に荒町商店街の入り口に近いところで、なんで、はい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 、結構頻繁に私は商店街を利用してますね。はい、うん、あれ、でも住んでるのは別なんですよね、荒町ではないですよね。はい、今は宮城野区に住んでるんですけど、以前は若林区、はいはいはい、本当に荒町商店街とかむにゃむにゃ通り商店街に近いところに住んでたので、うん、結構あの辺りの商店街私は使ってたんですね。うんうんうん、なんで、うんうんうん、今日この企画に呼んでいただいて本当になんか、うんうんうん、はい、もう嬉しかったです。本当に、はい、はい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 。そしたら俺のさ、そのまだ3分あるから、まあ、僕の荒町のきっかけなんですけども、うん、じゃあもともと漆原さん住んでいたっていうのがきっかけなんですよね。そうですね、はい、ですよね。僕はそのその前だな、その前にもう今なくなっちゃったんですけど、マルスケっていう居酒屋があって、あ、はい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 、もちろん知ってる。大学生の時に部活の先輩にそこに連れてかれたんですよね。国分町じゃなくて荒町で飲もうって言われて、最初はなんかね、荒町商店街で飲むなんてイメージが学生の頃は全然ついてなかったんですけど、はい、あれ大学どこだったんでしたっけ。あ、大学は東北大ですけど、東北大学、はい、そうそう、片平に 部活動の部室があったので、うんうんうん、結構荒町が近かったんです。はい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 。でその時連れてもらって、そう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 、マルスケおっちゃんめっちゃいい方で、いや陽気なんですよね。そうそうそう。そうそう、今はね、そうそうそう、別の場所のお店で今はやってるけど。丸竹かな？丸竹っていうところがあってね、大町でやってました。大町の方に今は、ね、うん。そうそう。僕もよく利用させてもらって、日本酒ね、めっちゃ、そうそうそう、美味しくて、変態酒が多い。まあ、僕日本酒大好きなんで、こうカバーを。そうそう。大町ね、別の場所になっちゃうけど、うん、大町の丸竹の、店主さんも、もともとは荒町商店街の森民さんのところで、そうです、そうです、そうですね、そこで働かれていて、そうそうそう、話を聞きました。はい、いろんなご縁ありますよね。そう、そうやって考えると、本当に荒町っていろんなつながりがある地域だなと思ってます、本当に。そうそう、はいはいはい。荒町あれなんですよね、もともと伊達政宗が、なんで江戸時代なのかな、江戸時代って江戸ちょっと前ぐらいの時から米沢だったかな、山形の方から400年前に仙台の方に、移動してきたと、引っ越してきたと、うん、その時にその五府台町って呼ばれる、6つのその、まあ、そのくっついた町があるんですね、うん、それごと来た時に、その荒町はその一つだったわけなんですよね。荒町っていうのが五府台町の一つで、うん、仙台に来たと。で当時はその麹、味噌とか酒とか作るための麹っていうのの専売特許っていうのを
伊達家から与えられていて、でそれで栄えたと。そういうことになってます。はい。で、今でも味噌屋さんとか、だからその400年続いてる味噌屋さんっていうのがまだあって、ね、すごいですよね。すごいっすよね。普通400年ずっと同じ味を、守り続けてるってことだったので、その味を今体感できてるって、いや、僕、伊達政宗と同じ味食ってんのとかっていうのも、思いながら、そうね、そうですね。そうね。麹ね、お酒とかもそうだし、うん、まあ、いろんなお店ありますよね、うん、その、はい、結構ね、なんか、うん。ラーメンとかもすごい激戦区で、あるあるある、ね、ところで岩村さん、そんなこと言ってる間に8時ですけど大丈夫ですか？お、8時ですね。じゃあそろそろ始めたいと思いますか。はい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ画面の共有を始めたいと思います。これ皆さん見えてますか？はい。で、じゃあ始めていきたいと思います。だいぶウォーミングアップができたので、はい、いい感じですね。じゃあ本日の内容です。あ、ちょっと。はい。まずですね、オープニングとして自己紹介とか簡単にします。で、その後にトークセッション1ということで、僕と漆田さん、で、途中から荒町商店街の皆様に入っていただいてお話します。で、9時ぐらいからトークセッション2ということで、動画制作講座っていうのを、今月の中旬ぐらいからやるんですけども、その講師の方々、読んで、またさらにトークセッションしていきたいと思います。で、最後にクロージングして、今日は10時ぐらいで終了という流れになっております。はい。で、まずオープニングということで、簡単に自己紹介していきたいと思います。はい。で、あ、そうか、僕の自己紹介の前に、まずこの、なぜ今、商店街に動画が必要なのかっていう、このイベントを開いている母体なんですけれども、これは荒町エリア発信隊という、荒町のファンを作ることですね、を目的にした市民団体、これが行っています。で、僕はその動画制作っていうのを、今年からやるっていうことで、そのメンバーとして入ってます。で、今ここに、写真があるんですけども、これ去年の様子で、若林区の助成金の活動でやってるんですけども、去年はその情報発信っていうのを、荒町のビギナー層向けにフリーペーパーで街歩きをしてもらおうという企画でやりました。で、去年作ったフリーペーパーがこれです。で、左もね、これ表面だけなんですけども、これ裏面に街歩きの地図が書いてあって、それを元にして、この、商店主の顔を見ながら、あ、この人に会いに行きたいなとか、そういうことを考えながら歩いてほしいなっていう、そういうフリーペーパー作りました。で、去年お披露目会っていうのを、1月ぐらいですかね、やって、商店街の方々にも来てもらって、みんなで楽しみました。はい。まあ、そんな荒町の、荒町発信隊が母体なんですけども、僕が、なんでそこで入ってるかっていうと、2年前にですね、そのホステル彦っていうゲストハウスが荒町にできたんですけども、その初期メンバーとしてそこで2年間働いてました。で、その並行して去年ぐらいから動画制作っていうのをフリーランスで始めて、今年、独立したんですね。で、独立したということで、これまでその関係築いてきた荒町と、で、僕がやりたい動画っていうのは、地域を発信するっていう動画なので、今回その、まあ、マッチするっていうことで、そのコーディネートとして、今回この動画事業に入っています。はい。で、今回ゲストとしてお呼びしているのが漆田さん。じゃあ、漆田さん、簡単に自己紹介をお願いしていいですか？はい。改めまして皆さんこんばんは、漆田義孝と申します。NPO 法人メディアジという NPO 団体の理事をやりながら活動しておりまして、プロフィールのところにもあるように、もともとですね、大学を卒業してから9年間若林区の五ツ橋三丁目というところに住んでいまして、本当にこの荒町商店街とか隣のむにゃむにゃ通り商店街というところが本当にこう生活圏というか、もう自分の生活の場というようなところでいて、今はちょっと引っ越してしまったんですけど、引き続き荒町商店街のお店がすごい大好きで、よく利用させていただいてます。はい、あ、なんか画面が、はい、あ、ちょっとね、はい。で、メディアジという団体はですね、その、まあ、東日本大震災がきっかけにできた団体で、まあ、今も続いているんですけど、こう仙台に在住の大学生たちと一緒にですね、こう東北、被災地東北の様子を伝えるという動画コンテンツを作成したりですとか、あとは NPO 団体だったり自治体とか企業さんのこう紹介映像とか、あるいはイベントの様子をこう記録したもの、まあ、そういった動画を作成したり、撮影中継するっていうような仕事をまあさせていただいていて、まあ、結構動画に縁の深い仕事ということで、今日はこのイベントに呼んでいただきました。どうぞよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、で今回の企画の趣旨なんですけれども、まあ、その荒町をですね、その若林区の助成金の活動2年目で動画で発信しようと、まあ、そういった中で、動画制作講座っていうのを僕らは6月中旬から全4回でやるんですけども、じゃあそもそもなんで今動画なのっていうのって、もしかしたら若い人であったりとか感度が高い人っていうのは、あ、動画ね、 YouTube ね、 TikTok ねって分かると思うんですけども、意外とこう商店街の方々って分からなかったりするんですよね。でそれ難しいことなんじゃないのとか、そういうことっていうのを、いやそうじゃないんだよ、みんなで一緒に簡単に作れるんだよっていうのを今回話していきたくて、そんな感じで、今回商店街の方々向けに街づくりを動画でやるっていうことについて、まあ、理解してもらいたいというか一緒にやっていきたいと思ったので、このイベントを開催しました。はい、じゃあ早速なんですけれども、まあ、時間も限られているので、まあ、トークセッションということで、まあ、その漆田さんとですね話を進めていきたいと思います。はい、じゃあ、4つぐらいかなと思っていて、まあ、このテーマで話していきたいと思ってました。まずその現代の動画事情ざっくりっていうところですね。こういうところも一緒に話していくと。で次に、まあ、漆田さんのことを実際僕自身もあまりよく分かっていないので、そもそもなんで動画事業を始めたのっていうところを聞いていきたいなと思います。で、僕の中で、あと僕の周りの中で、漆田さんって結構、その動画をしている方っていうイメージがすごく強くて、なんかそれってどんなメンバーでやってるのかなとか、なんでそういうイメージがついたんだろうみたいなことを深掘りしていきたいなと思いますと。はい。まあ、そんな感じでざっくり話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあまず最初に現代の動画事情ざっくりっていうことで、はい、これねどうしようか、もう語ります、漆田さん。そう、まあもうこれテーマがざっくりしてるのでざっくり話すしかないと思うんですけど、まあそうですね、まあ、どこまでを前提として話すか難しいんですけど、うん、まあ、今こうこの動画、今日のこの番組を見ていただいている方は、うん、まあ、こうやってインターネットでこう、うん、まあテレビの生放送のようにね、こう我々が今リアルタイムで話していることを、まあ、聞いているっていうことで、まあ、そういったことをまあ体験しているし、そういったことに慣れている方がまあ見ている場合が多いかもしれないですが、うん、まあ、もしかしたら、こういうふうに、あ、これって録画じゃなくて今生放送なんだって、こういう番組をインターネットで見る、うんうんうん、YouTube で見るっていうのが初めてっていう方もまあいるかもしれない。うん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 、で、本当にインターネットっていうものがもう一般の人がこう扱えるようになって、パソコンで、で今となってはもうスマホで見れるようになってもう20年以上経つと思うんですけど、インターネットで動画を当たり前のように見れるようになったのが大体ですね、日本だと2007年から2008年ぐらい、うん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 、2006年ぐらいかな。なんでもうそれも本当に15年、はいはいはい、ぐらい前っていうことにもなりますね。うんうんうん、YouTube っていうね、今こう皆さんが見ていただいているこのサイトが、うん、まあ、こういったサービスができるまでは、うん、まあ、サービスとしても動画をネットで見るっていうのはあんまり一般的じゃなかったし、やっぱりこう、うんうん、インターネットのそのデータ通信量っていうのがものすごくかかってしまうので、はいはい、動画を見るっていうのはそんなに一般的じゃなかった。そうそう、うん、まだ携帯とかももしかしてスマホも出て何もなかったのかな。日本にはまだスマホは来てないですね、多分。そうだよね。確か2011、2年ぐらいでようやく iPhone4 とかだったかな。そう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 。で、4G が出てきてっていうことでしたもんね、当時は。そうそうそう。なんです。うんうんうん、なんで、YouTube が、まあ、日本語に対応して、まあ、あとは、ニコニコ動画とかね、そういう国産、うんうん、国内の動画サービスなんかも、こう、ちょっとずつ出てきて、うん、少しずつ浸透して、でもう今となっては、まあ、特に若い子たちですよね、今の10代20代の若い子たちっていうのはもうインターネットで動画を見るっていうのがこう当たり前になっているっていう、はい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 、でも一方で、まあ、私ももう30代後半なんですけど、なんか私みたいにこう、うん、生まれた頃にはまだインターネットがなかった時代とか、あるいは私より上の世代の皆さんっていうのは、うん、まあ、動画っていうと例えばテレビで見るものだったりとか、うん、まあそうですね、録画されたものって言っても例えば VHS のビデオテープで見るとか、あるいは映画館で見るとか、結構こう、はいはいはい、特別なもの、特殊なもので、すごくこうお金のかかるものっていうイメージをされてる人も多分いると思っていて、はい、うん、なんでやっぱり現代の動画事情っていうと、なんかそういうそのテレビとか映画館の世界にあった特別な、ね、こうすごい有名な芸能人の人が出てたりとか、そういう特別なこうイメージだったものが、もう誰でも簡単に
スマホ1本で見れるし、あるいは自分が例えば YouTuber みたいなものになろうと思ったらすぐに慣れちゃうっていう時代に今もうなっているっていう、なんかそういうふうに時代がいつの間にか変わってるっていうことを意外とこう意識せずに普段、YouTube ぐらいは見たことあるんだけど、あ、そういえばあんまり意識したことないなっていう方も結構いるんじゃないかなとは思いますね。実際漆屋さんは今もうその、はい、まあ、何かこう動画を見るというか映像を見るってなった時に、はい、テレビと YouTube の割合ってどれぐらいですか？ですね、まあ、私の場合は使い分けていて、例えばニュースを見たりするのはやっぱり今でもテレビを見ますね。だいたいそうですよね、確かに。このぐらいの時間にここのチャンネル、例えば今の時間だったら NHK でニュース見れるなとか、あるいはこう番組と番組の合間でニュース見れるなとかっていうのは意識してテレビを見て、で、はいはいはい、それ以外の何かこう自分の興味関心のあるものとか趣味のことっていうのは、だいたいやっぱインターネットでも動画見ますよね。あ、まあそうですよね、そう、僕も一緒ですね。なんならもう本当にニュース以外は見ないですよね。そう、だからもう最近の芸人さんとかだんだん顔も分からなくなってきて、そうなんです。僕も一緒で全然もともとついていけなかったんですけど、今もうさらについていけないっていう。そうそうそう、はい、そう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 、まあ、でもあれですよね、その動画事情ざっくりなんであれなんですけど、はい、YouTube だけだと、はい、まあ、その新しい出会いってないかなと逆に思っていて、はい、テレビとかだとそれこそ最新の情報であったりとかっていうのが、はいはい、そのバラエティ番組見てると結構出てくるじゃないですか。それこそ、はいはいはい、この女優さんとかが有名なんだなとか、お笑い芸人この人なんだなって分かるけど、YouTube ってこう、それぞれがこう番組みたいなものだから、結構自分が好きなところをえり好みしていくと、うん、なんかそういうお笑い、僕お笑い全然興味ないんですけども、お笑いとか全く見ませんもんね。これはやっぱりそのインターネット共通の特徴なんですけど、うんうん、こう動画を見るにしても、あるいは例えば SNS で、例えば Twitter とか Facebook とか、うん、そういったもので情報を収集しようとしても、はい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 、あるいはこう、うん、Google で何か調べ物をするにしても、うんうん、こっちからこう情報、なんですかね、こうキーとなる、なんか、なんていうでしょう、言葉をこう、ね、うん、ね、与えないと情報が返ってこないっていうのは割と共通の特徴だと思うんです。なのでやっぱりこうあまりこう意識をしていないと、同じような情報ばっかりとか、あるいはこう、コンピューターが自動でね、この人は、この前この動画見てたから、この動画も好きなんじゃないかとかって、こう、リコメンドってしてくれるんですよ。やっぱり。それのばっかり触れてると、やっぱり新しい情報に触れる機会がなくなっちゃったりっていう危険性がありますよね。はい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 。まあそんな、あ、どうぞ、はい。そうそう。ただそれも、その、なんだろうな。それが、みんな共通の課題かっていうと、やっぱり若い人たちとかね、特にこう、デジタルネイティブって呼ばれてる世代の人たちは、まあ多分その自分が新しく興味を持つようなものもインターネットで触れるのが当たり前になっている世代で、例えばその YouTube じゃなくて、最近だと TikTok っていうアプリがすごく流行ってますけど、はい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 、逆にね、今のは日本のミュージシャンなんかもこう TikTok に楽曲を提供することによって新しいファンを獲得する。あ、うん、なるほどね。見てる人も違いますからね、メディアによってね。うん、で逆に言ったら、うん、今の若い子たちは TikTok を見ることによって、自分が今まで知らなかった音楽と出会うきっかけになってたりとか。うん、なるほど、うん。TikTok なんだね、それ。なんか、それこそ YouTube とかじゃない？あ、もちろん YouTube もありますよ。あ、まあ、もちろん。だから、例えば、まあ、今日のこれからの話につながっていくと思うんですけど、はいはい、なんか例えば、じゃあ、はい、大学1年生になって仙台に引っ越してきて、うん、で例えばね、こう若林区に住んだりとかってしたときに、なんか、荒町に商店街があるなって思ったときに、Google で、荒町商店街って検索したりとか、はい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 、それこそ YouTube でもしかしたらね、最初から荒町商店街って検索する人がいるかもしれないですよ、若い子たち。いますね、それ絶対。うん、今後なんかその、これまで Google で検索したように、僕 YouTube でも検索する未来が来るんじゃないかなと思って、うんうん、今特にレシピとか、とかも、はい、例えばじゃあ、なんだろうな、キャンプ飯僕好きなんですけども、はいはいはい、アヒージョを作りたいってなった時に、やっぱその、Google じゃなくて、YouTube から入っちゃいますもんね。うん、っていうのは絶対あると思ってて、ね、今後なんか普通に情報をキャッチするために、はい、なんか YouTube が先に、うん、そもそも Google と YouTube って連携してますからね。あ、そうそうそう、それもあります。そうそうそう、はい、なので、ね、Google で検索すればすぐ YouTube の情報が出てくるし、はい、っていう風になってますね。はい、じゃあそろそろじゃあ次の話題。あ、はい。じゃあ、結構ね、ざっくりと今の動画、事情というか、をざっくり話したんですけども、そんな、まあ、この世界の中で、漆屋さん、まあ、なんでこう動画事業っていうのを始めたのかなっていうの
はい、そこから聞きたいんですけども、きっかけから、はい、そうですね、まあ、今の話にもつながるんですけど、うんうんうん、その2011年に東日本大震災という大きな地震が起きたときに、うんうん、なんかこうテレビで流れてる情報が、まあ、我々は私もね本当に仙台市内で被災をしたので、うんうん、しばらくはテレビの情報とか全然見れてなかったんですけど、まあ、何日か経って見れるようになって、そうするとこう、うんうん、毎日のように例えば仙台空港の飛行機が流されるような映像だったりとか、うん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 、あるいは例えばサンドイッチマンがちょうど気仙沼で被災をしてその時に撮影した、うんうん、動画が流れてたりとか、まあ、割とそういうショッキングな映像を中心にこう流れて、うんうん、なるほど、はいはい、なんかでもその時にうん、意外とこう自分たちの身の回りの様子とか、あるいはこう全然その津波の沿岸部の方とかも、なんか例えば特定の地域の情報はよく出てくるんだけど、それ以外の地域の情報が全然見当たらないみたいな、なんかそういう情報の何て言うんですか、量の差っていうのがあるなということに気がついて、で、あとインターネット上で例えばまあ動画に限らないんですけど、YouTube、それこそ YouTube 上だったり、当時は Ustream っていうあのリアルタイムに配信する、はい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 、そういったサービスだったり、あるいは自分たちのブログとか Twitter とか、そういうところにもっとなんかこう今仙台市内の様子がこうなってるんですとか、なんかそういう情報をどん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 個人で発信していったらいいんじゃないかと、はい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 、あるいは、まあ、その時はまだメディアージという NPO のにはなってなかったんですけど、うんまあ、その母体となる活動がすでに始まっていて、うんうん、仙台の学生たちもね当然被災してるんですけど、うん、仙台にいるので、はい、それだったらもう仙台から、はい、情報を発信すれば、はいまあ、東京の人たちとかもっと全国の人たちとか、はい、あるいはまあ世界の人たちにこう東北の情報をこう伝えることができるんじゃないかっていうことで。ですよね、活動を始めたっていうのがその最初のきっかけになります。あ、はい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 。じゃあそしたらそこからですね、はいまあ、どんなメンバーで、まあ、どんな感じの内容であったりとかを配信してるのかっていうのを聞きたいんですけれども。はい、そうですね、まあ繰り返しになっちゃうんですけど、うん、まず学生たち、一緒にまあ動画を作る。うん、で、取材をしたりとか、まあ、時代時代によってね、どんな番組を作るかとか全然違ってるんですけど、例えばどういう話をするか、どんな人をゲストに呼んで話をするかとか、あるいはどこに取材に行くかとか、そういうことも、まあ、学生たちが主体になって考えて、まあ、我々は技術だったり、その機材だったりを提供するっていう感じで一緒に、まあ、動画を作ったりですね。あとは、まあ、そこからどんどん活動の幅が広がっていって、まあ、もう震災から9年経ってますので、当然、当時学生だった人たちはみんなもう社会人になってるんで、そういった。そうですよね。そうそうそう。で、やっぱり震災がきっかけなのかわからないんですけど、私が学生だった頃に比べると、なんかこう、東北に残りたいとか仙台に残りたいっていう若い子たちがちょっと増えていて、それは、今ですか？それとも、もうちょっと前からですか？まあ、もうちょっと前から、もうちょっと前から。やっぱりその、震災を経験、大学生とか高校生とか中学生っていう時に震災を経験してると、うんはいはい、なんかこう、東京に行くよりも、こっちでやれることがあるんじゃないかって思ってくれる子が、ちょっと増えたんですね。まあ、やっぱり、そうなんだ。やっぱり大体の人たちは、ね、東北大学とか学院大学とか、卒業したらみんな東京行っちゃうんですけど、我々の世代ぐらいはね。はいそれがちょっとずつ残る人たちが増えてきて、だからその震災の直後とかに出会った当時の学生たちと実は今でも一緒にこう仙台でこう活動をして動画を作ったりとか、そういったことも今やってる。それいいっすね。うん、これそれは何年前ぐらいの学生というか方ですか？いやもう本当にだから震災の時に大学2年生、震災の時ってこと？うん、3年生ぐらいだった子たちとか、今9年、もうだからその子たちが、ね、その子たちが今年あたり30歳ぐらいになるのかな、うんうん、そういう人たちとは、ちょうどいい年、そうそうそう、ずっと活動してるし、まあもちろんもっとその、はい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 、下の世代の人たちともずっとつながってるし、上の世代の人たちももちろんいますけど、はいはいはい、私はちょっと、私はちょっとなんか私はもう震災の時はすでにサラリーマンだったので、今はもう、当然その仕事はもうしてないですけど、はいはい、みんな、みんなよりは7歳ぐらい上の世代っていう感じ、うん、でも一緒に、はいはいはい、ちょっと年は離れてるけど、全然一緒に仲良く活動してるって感じですね。いや、漆田さんだってなんか、楽しい人も一緒にいて。どういうことですか？若い。ああ、まあそれは、うん。でも、そういう人たちと一緒にいると、なんか、わかんない。もしかしたら自分たちの感性とかもちょっとは若くなるのかもしれないですね。そっか。じゃあ若くなる秘訣って若い人と一緒にいるっていうことなの？まあ、強いて言うならそういうことかなと。めっちゃ多足っていう。うん、いや、でも、やっぱり、
もうね、自分たちと同じ世代とか、あるいはもう、なんなら、その、震災の時とかに自分がこういう活動に関わるようになった時も、なんか同級生とか同世代の人たちって、もうなんか大学生と話が合わないんだよねとか、なんか、コミュニケーション取れないとか、もうめんどくさいとか、結構そういうこと言ってる人が、お前まだ20代か30そこらでそんなこと言ってどうすんだよとかって、個人的には思ってたんだけど。やっぱりその若い人たちと一緒に動画を作るのもそうだけど、そういう活動をすることによって、なんかちゃんとそういう人たちとのこう距離感、まあ仲良くやれるっていうのはあるんじゃないかなと思います。はい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 。それはやっぱ、その学生、今でも学生とその一緒に動画作ってると思うんですけれども、はい。まあ何でしょう、コツというか、コツ。やっぱこう、僕実は、まあ僕も同じく、その、今、28で、はい、あの、それこそ大学生の人たちと一緒にこう動画を作るっていう機会も、まあ、これまであったんですけれども、はい、やっぱその、僕もやっぱりちょっとこう差を感じてしまうというか、あ、僕めちゃくちゃ悪い癖なんですけども、はい、まあ、ある程度僕できるじゃないですか、その、うん、その経験値があるから知ってると、ある程度。うん、で、うんうんうん、僕たちはもちろん当たり前のように知らないじゃないですか、みんな初めてなんだから。うん、っていうところで、それを教えるのがすごい僕苦手で、一緒に作っていくっていうのが結構苦手なんですよ。っていうのがあるんですけど、なんかコツとかあるのかなと思って。コツ？普通に聞きたくて、これ。そもそも、その若い子たちより自分の方ができるっていう発想をまず捨てた方がいいと思いますね。うん、はい、すいません。うん、どう考えたって若い子たちの方が、なんか自分たちよりも、なんか新しいものにたくさん触れていて、うん、なんかもう、むしろだからその人たちから教えてもらうぐらいの感覚で接した方がいいなって。はいはい、あ、ね、なるほどね、うん、そっかそっかそっか、あ、自分たちがやれる技術なんて、なるほどね、例えば、はい、動画を作る技術なんて、うん、そんなの、 あのマニュアルにも書いてあるし、 YouTube でも動画見れば作り方なんて書いてあるし、うんうんうん、そんなのは多分すぐ追いつかれちゃうことで、うん、はい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 、はい、うん、でもなんかむしろ、ね、あのね、若い人たちと一緒に何か活動したいと思ってるってことは、多分その若い人たちが今どんなことに興味があるのかを、うん、その知りたいとか、それをこう、うん、作るものに反映したいとか、あるいは興味を持ってもらいたいと思ってるから一緒に活動するわけで、であれば、そうだね、うん、なんかその人たちっていうか若い子たちに対するリスペクトっていうのが絶対必要なんじゃないかなって、うん、で意外とそれがない人が結構多いんですよね、意外と。あ、大人よかった。よかったよかった。多数派の方だったんですね、僕。いやいやいや、多数派かどうかわからないけど。関係ねえってね。なんかそうですよね、うん。一緒に活動してても、本当こういったら面白いなって思うし、この人たちすごいなって思うし、うん、もうなんならやっぱり、こうやって8年も9年も一緒に活動してると、うん、なんかもう、うんうんうん、自分らよりはるかにもっと先に進んで、もっとすごい活動してる子たちとかたくさんいるので、俺は純粋にその人たちがずっと付き合いがあるからその子たちとかって言っちゃうけど、うんうん、なんかその子っていうのも本当は良くないんだろうけど、付き合いが長いからね、そういう人たち本当に尊敬するし、なんか、うんうんうん、そこで偉そうになんか俺が教えてやるよとか、うんうん、なんかなんでお前らできないんだみたいな感じで接しちゃうと、多分、うんうん、そういう人たちの接点はどんどんなくなって、なるほどね。あ、ちなみになんですけど、うん、そういう学生の子たちとかっていうのは、うんうん、なんて言えばいいんだろう、その、漆田さんが、こう、結構こう、うん、自分は動画やってますよっていうふうに発信をしていたら、うん、その、ホイホイ来たのか、それともなんかこう、うん、自分から結構ピックアップして呼んで呼びかけていったのかって、どんな感じで集めていきました、最初。両方あるけど、仮に例えば、うん、うちが例えばメディア人という団体がこういう活動してるからって言って興味を持ってきてくれたとしても、やっぱりこっちからどんどん追いかけていかないと、はい、去っていっちゃうかな、うんうんうん、その新しいというか、やっぱりははははこれはなんか個人的な感覚なんですけど、うん、やっぱりこう、うん、下から上に、あの、例えば、うん、ものすごい向上心のある人とか、うん、大きな野望を抱えている人だったら、うんうん、下からね、上に向かって、うん、あの、うん、自分より偉い人とか大きな存在に向かって、うんうんうん、わーって向かっていって、なんか教えてくださいとかやれるんですけど、うん、やっぱり普通の人たちっていうのは、上の人たちに何かこう話しかけたり仲良くしたりとかっていうのはすごくこう緊張するし、うんうん、ハードルが高いものだと思ってるので、うんうん、なんかそのハードルを超えてあげるのは、上の人たちからこう超えてあげていって、近づいていってあげた方がいいとは思うんですよ。うん、あ、でもなんか僕もそれはすごい思いますね、なんとなく、うん、はい、仙台の街のことよくしたいと思っていて、ね、うん、もう、うんうん、あのね、まあ、その上の世代の人たちばっかりじゃこのままじゃ良くならないなとかっていう危機感を例えば持ってるんだったら、若い人たちでなんかちょっと街のこととか世の中のことに関心がある人に、こっちからちゃんと近づいていって、うん、一緒に何かやろうよとか、うんうん、なんか
ね、みんなから見たらな、うん、どんなことがかっこいいのか、そういうことを教えてほしいって、うんうんうん、そういう、なんか教えてくださいっていう気持ちで行って、うん、まあ、一緒にご飯食べたりとか、うん、なんか一緒にカラオケに行ったりとか、うん、なんかそうやって距離を、ね、距離を縮める。はい、うん、はい。あ、じゃあそこでの、まあ、その、漆田さんの役割っていうのは、どういう感じなんですかね、うん、役割。役割。まあ、つまり、例えば、学生の、うん、そのメンバーが、おそらく動画を作ったりとか、活動してると思うんですけども、うん、まあ、なんて言うんだろう、リーダーになるのかな、漆田さんっていうのは、そこで言うと。ああ、それはね、やり方によると思うんだけど、うん、私、そのメディアジという団体の場合は、うん、あくまでその、うん、実はその、あ、If I Am っていう名前でもう9年間活動してる学生団体があって、うんうん、はい、YouTube にも、はいはいはい、If I Am って名前で動画が残ってるんだけど、うん、うん、あくまで学生団体だと思っていて、で、我々が、例えばビデオカメラを、貸してあげるとか、うんうんうん、まあ、動画の編集の仕方とかで迷ってるところがあったらアドバイスをするとか、あるいは たまにね、たまに大きいと別のところからこういうの作ってくれよとかって依頼が来るので一緒にやらないって提案したりとかっていうポジションで、私からじゃあ来週はこういうことをやってくださいとか、うん、いつまでにこの動画を作ってくださいっていうのは基本的には言わないようにしてる、うんうん、そこがちょっとなんか僕聞きたいところで、うん、どのようにしてその学生のメンバーを動かしてるのかなっていうのが知りたくて、ね、うん、率直に言うと動いてはいないやっぱり本当はね、多分大人側からじゃあこのな、例えば最低限1ヶ月に1回は絶対活動しようよとか、うん、いついつまでにこれをやってねとかって言わなきゃいけないと思うんだけど、うん、そんな大人から強制されることやりたくないじゃん、自分がもし学生の立場だったら、うんうんうん、実際ね、うん、だからそれで結果的にこっちの期待通りに何かこうものが完成しなかったりしても、うん、しょうがないし、で逆に、うんうん、本当にその本当に学生たちが自分たちで興味あることやったら勝手に完成するところまで仕上げてくれるし、うちはね、そのやっぱり NPO 法人ってそんなにお金を稼ぐ手段も限られるし予算もそんなについてないので、うん、やっぱそういうスタンスで基本的にはやっていて、うん、で、うん、ちゃんと例えば求めることをやってほしいんだったらちゃんとお金を支払ってアルバイトとかスタッフっていう形でやってもらう、うん、ないとダメだなと思って、あ、うん、そうです、やっぱそこが線引きになりますよね。そうそう、お金を払うところと、うん、そのまあ無給でやってもらうっていうところですよね。そんな中にはなんかこう学生なんだからタダで使ってなんかやってもらおうよとかっていう発想になっちゃう人もたまにいるんですけど、それは私はもうそういう人には学生は近づけさせたくないなって思います、ね、うんうん、申し訳ないけど、はい、うんうん、はいはい、そう、ふとそれこそ自分とかもそういう風になってないかなって振り返る時があって、やっぱそうやってこう、うん、そのお願いする側とかもちゃんと考えていくべきのことなのかなって、ね、それはそうですね、うん、それもやっぱりだから若い人たちというか自分より年下かもしれないけどちゃんとなんかこう、うん、敬意を払うとか、うん、その上で仲良くなって、まあ、できれば友達みたいな関係になれるのはいいのかなっていう、そうです、まあ、いわゆる風通しが良くて、はい、こう言いたいことがあるんだけど言えない関係とかじゃなくて、しっかりこう、うん、コミュニケーション取って関係作っていきましょうっていうことなんですよね。はい、だから7歳、7、8歳年が離れてる人からたまにタメ口で向こうもね完全に気が抜けててタメ、はい、口で言われたりとか、はい、まあまあ別に怒らないけど、はい、まあそれが続いたら怒るよ。でもなんか怒るんだ。いや、それはなんだろう、自分自身がやっぱり、うん、目上の人には一応敬語は使うっていうのが自分のルールでもあるから、わざとそれを超えてきたりとか、なんかこう、うんうんうん、こっちに対する敬意がなくなってる人に対しては怒る。あ、それは、はいはいはい、そう、一応こっちはさ、例えばその、うんうん、彼らが活動するためにちゃんと準備とかもしてるし、うんうん、物を貸したりもするし、はい、ってそういう意味ではさ、一応こう貸し借りの関係はあるわけじゃないですか、はい、そういうのを忘れてしまう人に対しては怒るけど、はい、忘れてしまう人に対してはね、うん、でも、うんうん、そうじゃなければ別になんかね、はい、本当になんか仲良くなりすぎちゃってたまに敬語が抜けるとか、そういうことは全然、それはむしろ嬉しいことだなと思う。そうやってね、はいはい、なんかもうこんな30後半になってるような大人とそうやって付き合ってくれるっていうのはありがたいことだなと思うので、それは、はいはいはい、うん、そこの違いかな、うん、とは思います。なるほどね、はいはい、そろそろじゃ次の、あ、そうですね、はい、ましょうかね、はい、じゃあ、今9時半。ちなみに今って何人ぐらい見てるんだろう、今って。さっき見たとき、40人ぐらい。あ、そう、40人ぐらい見てくださってました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのままで、はい、進めていきます。はい、4つ目、この動画中何が生まれたっていうことで、うん、まあ、その成果ですね。結局、そのずっと震災の時からずっと続けられてると思うんですけども、うん、まあ、相手なら、こう、成果として何が生まれましたか。
成果ですね。これは結構難しくて、正直まだやっぱりやってることが途中だと思っていて、うん、あというのも、うんうんうん、その2011年とか2012年ぐらいは、やっぱりこう、うんうんうん、今、その被災地がどういう状況になってるかってことで、注目も結構高くて、毎週毎週動画をライブ配信、生配信してたんですけど、うん、結構1回につき1000人ぐらいの人が同時に視聴してくれてたりとか、関心が高かったんですよ。でも、やっぱりこう、1年ごとにね、2012年、はい、2013年、2014年って、どんどんやっぱりこう東北のことに興味を、関心を持ってくれる人が減っていって、うん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 、もう2013年ぐらいには、もう1回大体50人から100人ぐらいとか、うん、もうその次の年になるともう20人ぐらいとか、そういう人しか見てくれなくやっぱなってきちゃって。それも多分ね、20人って言ったらほとんど同じ仙台の人たちなんですよ。つまり知ってる人たちだけが見てくれる状態に思えて、はい。でそこからでも、うん、だからって言ってその全部の活動をやめてしまうっていうのはちょっと嫌だったので、活動を継続することにして、でいろいろこう今世の中にあんまりない情報、原点に立ち戻って、あの時はだから、はい、テレビとかで流れてくるようなショッキングな映像じゃない情報を届けたいっていうのが、まあ、例えば私の中にはあったので、今だったら、その今の例えばテレビとか、よくネット、YouTuber の人たちとかが発信しているような、ちょっとこう、興味を引いて視聴者を増やすのが目的の情報とかじゃなくって、なんか、本当はこういう情報が世の中にあったらいいよねみたいな情報を発信するための活動として、どんどん続けていこうって今は思っていて。はあ、なるほど、なるほど。で、だからそれの中で今でも何か結果が出てるかっていうと、そこまでではない。ただ、一定の認知はしてもらえているので、例えば、今、その政治とか選挙に関する情報発信っていうのもやっていて。はい。で、それでやっぱりこう、ね、なかなか新聞見ても分かりにくいし、でも、テレビで選挙期間中に選挙のニュースとか全然やんないじゃないですか。やらないですね。だから我々が代わりに仙台市内 の、 その政治家とか立候補者の人たちのところにインタビューをしに行ったりとか、街頭演説してる動画をこう勝手に撮って、勝手に YouTube にアップするとか、なんかそんな、本当、いろんなこう活動をしてたら、結構その選挙とか政治について活動してる市民団体のなんかこう第一人者みたいな感じで、去年、例えばテレビで取り上げていただいたりとか。なんかコメンテーターやってませんでしたか？そう、選挙の時やってましたよね。なんかそういうふうな、ね、はい、なんか認知はしてもらえてきてるのかなって思って、ただまだ全然途中だし。なるほど。ちなみにごめんなさい、さっき言った、じゃあその、イベント配信であったりとか、動画作るって、それぞれ何本ぐらいとか。本数わかんない。多分今 YouTube に上がってるやつだけで7、800本はあると思うけど。7、800本はやばいっすね、でもそれはもちろん全部私が作ったんじゃなくて、学生たちが作ったやつとか全部入れてね。はい。そう。いや、そうです。まあ、変な話、一人じゃ作れないですね。作れないぐらいの量って。だからこうみんなと一緒にやることによって、それぐらいの量も作れるし、しかも継続してきたからこそ、4、800本っていう動画が生まれてるっていうことですよね。そうですね。いや、それ本当にすごい。いや、なるほどね。ありがとうございます。はい。じゃあ、もし、あと言い残したことなければ、商店街の方々入れたいなと。そうですね。大丈夫です。今みたいな話で大丈夫ですか？この今の話がどう商店街の動画の話に結びついていくのか私もよく分かってなかったから、岩村さんの方で補足がなければ大丈夫です。いや、まあ実際ね、まあ、商店街の話っていうか、まあこれはまずその動画ですよね。そもそも動画ってどうなんやとか、仕事にしてるけども、それって今後の未来はあるのかとか、そうね、まあ、何が無理かっていう、まあ、ざっくりした話ですね、今は。そういうところで言うと、なんか最初、丸一のところで話した通り、なんかやっぱり動画っていうと、いまだにこう、テレビみたいのね、テレビみたいに、本当にこう、番組放送したら、こう世界日本中の何百万人っていう人が見てて、視聴率が何パーセントでみたいな、なんかそういうものを想像してる人もいるかもしれないんですけど、今時ってだから頑張って動画作っても、100人にも見てもらえないみたいなことも当然あるし、こう YouTube とかに投稿したところでね。だから、でも逆に言ったら、その、簡単に作れるようになってきているので、見てほしい人とか、届いてほしい人にだけ届けばいいもっていう、そういう意味では、なんか、テレビとか映画の時代の動画っていうものと、インターネットの時代の動画っていうものは、結構こう考え方が根本から変わってきていると思うので、私はだから、もちろんね、なんかちょっと前に宮城県 の、 村井知事が出演した動画が炎上してましたけど、あれはなんか、やっぱり、
なんか県の予算とかね、まあ、税金で動画を作るからには、うん、なんか100万人ぐらいには見てもらわなきゃいけないみたいな、なんかその目標に、うん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 、人数があって、で、その目標を達成するために、わざと炎上するような動画を作ったらしいんですよね、あれって。なるほど、うん。だからなんか、結び丸がデレーってなったりとか、なんか、県知事が断密に行こうとかって言って、結構なんか断密さんにまで飛び火するっていう、なんか、そう、でも、ありましたね。うん、そうそう。でも私はそのなんか100万人に見てもらうってことがそもそもナンセンスだと思っていて、ちゃんと、なんか宮城県に関心のある人に届くとか、あるいは、その宮城県ってどういう人たちに来てほしいんだろうとか、どういうその目的で来てほしいんだろうって思った時に、なんか100万人に届くことよりも、例えば食べ物に関心がある人とか、温泉に関心がある人とか、そういう人に、なんか1万人でも10万人でもいいから、届く動画を作る方が本当は大切だろうなと思ってて。それね、最近よくありましたね。そのバズよりエンゲージメントを高めるって話をしていて、まさに今おっしゃっていただいたことを、今その動画業界、まあ、明石学人さんとか、そういう方々が今話されてるのを僕も最近知ってました。うちの場合は、そう、うちの場合は再生回数が伸びないことの言い訳としてそう言ってるわけなんですけど、でも、皆さんそういう考え方で作っていった方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ今ので綺麗にまとまったところで、はい。じゃあそしたらまあ商店街で方々入れて、今度はその商店街に動画を、商店街で動画を作る意味について話していきたいなと思います。はい。じゃあ、商店街の皆さん、入ってください。聞いてます？大丈夫ですかね？すげえ心配。はい、あ、大丈夫ですか？あ、入ってきた。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。一回ギャラリービューにしようかな。ちょっと一回ギャラリービューにしますね。はい、そうですね。はい。はい。じゃあ、今、商店街の方々が今、事務所に集まっているのと、あと、フットサの父さんってお店があるんですけども、はい、そこから直接参加してくださってる、合計で5人いらっしゃってます。はい、拍手。はい。私も組合事務所行くべきでした。え、何何？私も組合事務所行くべきでしたか。いや、いい、大丈夫。やっぱお店から発信するっていうのも大事なんで、ぜひいつもほら、なんか足みたいなやつ。足みたいなやつ。足みたいなやつ。こんなやつとか。はい、あ、そう、靴、それはね、はいはい、靴ですね。足調整する。こんな。おはい、足の模型持ってきますよ。そう、それ、足の模型を見てきなかった、はい。足の模型じゃあ持ってきますよ。はい、はい。まあ、かなり愉快な感じで始まりましたけども。はい。はい、じゃあ、簡単に自己紹介してもらおうかな。どうしよう。鶴岡さん、待とうかな。待たないかな。じゃあ、理事長から自己紹介してもらおうかな。そしたら。はい、お願いします。はい、じゃあお願いいたします。今日よろしくお願いします。荒町商店街の理事長をやってます、奥江呉服店って着物屋でございます。今日洋服ですけどね。今日はここにいる執行部っていうかね、副理事長と一緒にやっていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、奥江さん、荒町商店街のセブンイレブンの向かいにあります。はい、じゃあ次はどちらに遠いですかね。お母さん、どうぞ。おか、ん？長寿さん、はい、お母さん、はい、ちょっとはい、リーダー、はい、はい、荒町でパン屋さんをやってます、岡と申します。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。高新堂っていうパン屋さん、高新堂さんって何年ぐらい続いてるんでしたっけ、今？ねえ、140年ぐらいかな。とんでもないで100年。はい、パンね、僕もさっき夜ご飯食べて、辛い。ね、僕さっきパン食べて食べちゃったな、食べたね、辛いカレーパンそうそうそう、今の漆屋さんの後ろが岡さんの、はい、高新堂のパン屋さんです、はい、背景、はい、です、はい、よろしくお願いします。はい、次は伊藤さんいけますか。はい、伊藤さん、はい、お願いします。荒町なんですけれども緊張してます。商店街のバスロ線じゃなくてちょっと九番町入ったところにお店があるんですけれども、はいはい、お店の名前が団子茶屋荒町と言います。屋号が長藤本舗なので、ちょっと長藤本舗と団子茶屋荒町って、はい、どっち読んだらいいのってよく言われるんですけれども、はいはいはい、確かに分かりやすいように団子茶屋荒町と結構私は言っております。あ、そうなんですね。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみに僕は醤油の団子が一番好きです。あ、そうですか。
ね、ずんだもあるし。私は。はい。はい。次、庄司さん行こうか、そしたら。はい。駿河さん、待機してる。いや、庄司さん。はい、荒町入り口の七十四さんの迎えで、ビーアクプールという利用室をやってます。庄司です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日切りました。あ、さん今日庄司さんに、そうそう、庄司さんに切ってもらったばっかり。はい、はい、あ、あの庄司さんはですね、あの美容師なんですけれども、あのいろんな面白い活動をされていて、去年ですよね、あの内輪を作ったんですよね、荒町の。はい、はい、そうですね。はい、内輪、その内輪の紹介もちょっとしてもらっていいですかね。今ないよね、今ね。今あります、ね。ありますよ。ある？ある？お、あ、あ、どっちがある？はい。内輪。あ、チラシだ、チラシだ、チラシだ。はいはいはい。あ、そう、ちっちゃいちっちゃい、そう、あ、よかった、店舗にやっぱ一人いるとね、はい、荒町は、はい、あの江戸時代麹の町だったんですけども、うんうん、奥大町で麹の町だったんですけど、うんうん、麹は夏場は作れなかったので、うんうんうん、あの夏場に副業としてうちわが特産品だったっていうのを去年見つけて、そうそうそう、海軍の名人の細谷勘左衛門っていうのがいたんですけども、その、うんうん、細谷勘左衛門さんの回文を載せてた、うん、あのうちわを去年100年ぶりぐらいに復活させた、うん、これすごいっすよね、本当に、うん、なんかなんかのデザイン、なんかタイプグラフィーのなんか賞にも、ね、タイプグラフィー年間の2020であの審査賞をいただきました、ね、はい、はいはい、いやそれ本当にすごい、おめでとうございます。はい、でいろんな新聞とかメディアにも取り上げていただいてね、はい、あ、ね、三島への酒、今朝の今しめってね。はい。鶴岡さん見せてくれ。言えた。はい。私もあるかと思ったんですけど、ね、ちょっと今手元に見つからなかった。こんな感じです。はい。じゃあ、庄司さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。また後で最近のプロジェクトの話も後で。はい。じゃあ、鶴岡さん、はい。次お願いします。はい。郵便局の隣の、あの、はい、この看板のフットサロン、トウと申します、うん。はい。はい、はい、はい。ちょっと商売の内容が、うん、一言で説明すると難しいんですけれども、ね、この、あの、ネーシューっていう、うん、あの、足つぼと、うん、機能性シューズとウォーキング教室のハイブリッド型健康法のお店ですね。はいはい、ただのこう足つぼマッサージの店じゃないってことなんですよね、結局。そういうことですね。そうなんですよね。いや、僕もあの、まだ荒町に関わる前に行ったんですけども、まあ激痛ですね、激痛。激痛です。ね、皆さん知ってますよね。で、あの、こう足あるじゃないですか、この足のこの部分とか、ゴリゴリやられるんですよ、こんな。で、今も確か5分コースっていうのがあるんですよね、このゴリゴリコース。あ、はい。はい。これがですね、結構気持ちよくて、全身の疲れがね、え、一元さんお断りでしたっけ？あ、一元さん向けの、その、ですよね。はいはいはい。お試しプランみたいなやつですね。はいはいはい。結構ね、気軽に行けるのでね、皆さん、ぜひ、あの、荒町行った時には行ってほしいなと思ってます。はい。こんなメンバーで、ちょっとね、話をしていきたいなと思います。じゃあ、一回また、スライドですね。戻しますね、スライド。はい。戻りました？はい。はい。じゃあ、商店街の皆様にですね、まあ聞いていきたいんですけれども、その前に、僕たちがそのなぜ今商店街動画が必要なのかっていう、まあ、その答えというかその考えを持っていて、それ僕と漆田さんからまずその話をしたいなと思います。で、はい、あとで率直にその感想を聞きたくて、じゃあまず僕から話させてもらうんですけども、僕はですね、やっぱ今気軽に商店街の日常を発信できるツールだからだと思っていて、商店街って、まあ、言ってしまえばちょっとその、行く機会ってなかなかないと思っていて、僕の中では。例えば、買い物するってなったら、例えば、まあ、イオンであったり、モールであったりとか、そういう大型のスーパー行った方がすぐ買えるし、まあ、便利じゃないですか。で、なった時に、じゃラーメン食べに行こうぐらいでしか商店街に行かないっていうのが僕あったんですね。で、なった時に、その商店街って、どんなこう日常を歩んでるんだろうって分からないと思っていて。で、ただその時に動画っていうのを簡単にスマホであったりとかで撮って、それを、発信できたら結構面白いと思っていて。で、なんで面白いかっていうと、商店街の日常って、あの、ドタバタ劇のそのドラマみたいな感じで結構面白いんですよね。で、なんならその普通にそのテレビのドラマを見るよりも、もしかしたら商店街の人たちと話してたりとか、ちょっとこう、アクシデントがあって、
いや、さあどうするどうするみたいな、そこをもしかに、動画で撮って、それを YouTube に5分間ぐらいのショートコントみたいな、ショートドラマみたいな感じで発信するだけで、結構その商店街の色っていうのを簡単に、まあ、紹介できるのかなと思っていて。で、そうすると、その商店街面白いって言って、全国から人が来てくれたりとか、待ってもその商店街で作っているものっていうのをネットで買ったりとか、まあ、そういうところにつながるのかなっていうのが僕の考えている理由です。はい。じゃあ、漆田さんからもちょっとお話してもらおうかな。はいはい、そうですね。まあ、今の話と少しこう、観点というか視点が違う話をすると、うん、まあ、さっき前半の方でもいろいろ話したより、まあ、今もうインターネットで動画を見るっていうのが当たり前になっていて、うん、で、例えば、こう、まあ、インターネットっていうのがどんどんこう普及していった、こう、2000年代ぐらいね、考えると、例えば、もう、うん、なんだろうな、ホームページを作らない、ウェブサイトを作らない会社さんとか飲食店さんって、うんうん、まあ、あんまりこう、あ、なんでしょう、特に新しい、ね、タイプのお店とかは、こう、当然のようにホームページ作るじゃないですか。うんうん、もう、インターネット上で検索して名前が出てこなかったら、もうそのお店って存在してるのかどうかわからないぐらい、こう、なっていると思うんですよ。例えば、Google マップでお店の名前入れても出てこないんだったら、そのお店って多分もう若い人とかにとってはないも同然ぐらいで、同じように、もう今は、こう、インターネット上で、その動画があるのが当たり前。例えば、若い人だったら自分の興味のあることを YouTube で検索するのがもう当たり前の時代になっていて。うん。それであるならば、まあ、サラリーマンの人が名刺を作るのと同じぐらい。あるいは、お店だったら看板を作るのと同じぐらい、動画を作っても当たり前の時代に今はなっているんじゃないかなと思っていて。まあ、なので、まあ、当たり前、逆に言ったらなかったら、もうそのお店が、お店とか商店街が、なんかこう、情報を出していないのと同じぐらいに、まあ、思われかねない。だから、まあ、必要というか、まあ、あった当たり前ってことに、もう今の時代はなってるのかなというふうに思います。はい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 、はい。こう、時代によってね、こう必要になってくる、こう、情報発信の名刺みたいなものが変わってってるってことですよね、はい、そうですね。はいはいはい。と思います。ありがとうございます。はい。っていうのが、まあ、一応僕らの考えとしてありました。まあ、それを踏まえて、まあ、それについても聞きたいんですけれども、先にですね、その荒町商店街も、去年、荒町100年プロジェクトということで、動画というか、ショートムービーなんですかね、ドキュメンタリーを作られてだと思うので、それについてちょっと紹介したいなと思います。ちなみにこれが、去年作られていた動画ですね。100年後の荒町へ届け。これちょっと商店街の方々から軽く補足してもらっていいですかね。はい、100年プロジェクトということで、うんうん、100年後も残る商店街にしていこうという、うんうん、発想で作ったんですけれども、はいはいはい、そもそもでも荒町ってやっぱ発想する人が多くてですね、まあ、今日参加してない理事の人がですね、うんうんうん、あ、映画を作りたいって突然言い出すんですね。その一言でいろいろ紆余曲折ありながらこの形になったというね。それが一番最初のきっかけだったんですけども、はい、でもやっぱり一つ一つのお店、まあ、それ僕の内輪のも結局はそこにつながるんですけど、うん、やっぱお店がたくさんあってもその、うんうん、知らない、まあ、動画わかんないですよね。知らない人が多いというか、素通りしてる人が多いと。ああ、そこから中に入って、店主の思いとか、うんうん、の話を聞くと、はい、そこでこう、あ、こんなこと考えて、こういう思いでやってるんだ、商売をとか、うん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 、こういう商品があるんだとかっていうのも、初めてわかるじゃないですか。でそれがこの、うんうんうん、やっぱり、この動画で発信しようっていう、映画を作ってっていうところに最終的にはなったという、うんうん、ああそうだったんですね。これ確かどれぐらいの制作期間かかったんでしたっけ。期間としては期間としてはそうね4ヶ月ぐらいじゃないかな。あ、そっかそっか。4ヶ月かけて企画から撮影して、はい、編集して最後は確か東北学院大学の、ね、ホールで、はい、上映会したんですよね。はい、200人近く集まって。200人近く？そうですね。あ、結構集まりましたね。はいはいはい。そうそうそう。ありがとうございます。じゃあまあ、そういった動画を作りましたと。まあ、ちょっと今、
YouTube のコメント欄の方にもリンク貼らせてもらったんですけども、この100年後の荒町へっていう動画と、もう一つ荒町マンマインドっていう動画も作られたんですよね。はい。はい。荒町マンね。はい。まあ、あと詳細はあのリンクから皆さん後で見ていただいて、結構あの、面白いですね。あんまなかなか最近見ないテイストだなとか思う。そうですね。俺ね、俺っていうかまあその、僕らのメンバーも結構好きなんですけれども、はい、もうつい口ずさんでしまうようなあのメロディーとかね、あれとかね。はい。まあ、ぜひ見てもらいたいなと思います。じゃあ戻って、じゃあこの荒町100年プロジェクトっていうのを、まあ、今回初めて多分作られたんですよね、動画ということでは。前に作ったんでしたっけ、また別の。動画は初めてですね。動画は初めてだったんですよね。はい。それじゃあ、つまりこう動画で、しかも去年ですね。作って、その反響ってどんなもんでした？どうでした？見たよとか。あんま反響なかった、もしかして。講演会の直後は、結構あの皆さん、あ、面白かったよっていうふうに言ってくれる方多かったんですけど、あ、はい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 。話題性、話題が出るかなと思ったんだけど、はいはいはい。実感だったような気がします。その上映会の、うん、はいはい、結構あの話は出たけど長くは続かなかったような気がしますけど、はい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 、まあそうですよね。こう大きいもの一個ボーンってやったからこそ、こう 急にこう話題が上がってすぐこう死ぬって絞るとかね、それはまあそうですよね。岡さんとかどうですか？お一気に振ってみましたけど、あ、そう、動画だからその動画ってさ、やっぱり強く見たいなとか、うん、はい、なんかそういうのがねえと。そうだね。あ、ね、話す人ね、もうちょっとこう、近くに来てもらえると非常に嬉しいです。すいません。うまくこう、あの、ディスタンスちょっと取ってもらって。ごめんなさい。ごめんごめんごめん。はいはい。お母さん、ごめんなさい。お願いします。ああ、俺？うん。だから、ほら、そのほら、動画ってさ、やっぱり強く見たいなとか、うん、なんか、はいはいはい。と、一回見て反響あっても、次はないよねっていうような、うん、そうなんだよね。次ないよきっと。はい。なんかこう、なんかこう、なんか見たいなっていう、こう仕組み作りで、はい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 。何にその動画作り、ね、必要なのかっていう部分と、寺川君と、うんうんうん、あ、うん、そっか。じゃあ今回の動画で言うと、ま、変な話ですよ、変な話、次も見たいっていうふうにこうならずに、ちょっとこう、ピッてこう切れちゃった感じだったのかな。そう、こう切れちゃってさ、次何やる？なるほどね。みたいな。したらね、はいはいはい、うん。したらまた次見たいよねっていう。はい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 。ことがあれば、あ、確かに商店街にもその動画っていうのは必要なのかもしれないよね、うん、これから。まあね、確かにね。うん、まあその、まあ、動画にもいろんな役割があると思うんですけども、まあ、これってもしかしたらその結構いい金額を払って、そのいろんな時間もかけてやったからこそ、うん、こう、なんていうのかな。その気軽に作れないってとこありますよね。だからこそこう、この、一動画で完結させたっていうのはもしかしたらあるかもしれないですよね。この動画で言うと。ね、うんうん。何個もいっぱい作れないからね、そんなに。はいはい。じゃあ次、奥江さん。はい。はい、どうも。はい、よろしく。はい、どうも、はい。動画ね、今言ったように、うん、重いんですよ、初めが。重い重大変なんだね、うんうん、重く作っちゃったから重い、うん、これが逆にね、はい、短くてもいいからシリーズだったり、うん、リレーだったりで、うんうん、あ、なんか面白くなるのかなと思うんですけど、うん、やっぱり、うんうん、いいもの作っちゃったからってそれで終わっちゃうというよりは継続で商店がもいいし、その人おかちゃん面白いねって言えばおかちゃんシリーズ、とか、ね、なるほど、そういう何かシリーズもの、はいはいはい、あの、はい、何か当たればいいんですよ。あのそういう、うんうんうん、あのこれいいよね、この人のノリ面白いよねとか、うんうん、あこのシリーズいいよね、あと仮に、うんうん、子供の成長を一緒に追っかけてやるとか、うんうん、何かその、はいはい、ものの切り口があれば強いかな。まだこれからなんで、なんともわからないけども、今先ほどね名刺代わりみたいなこと言ってるんで、うん、はい、名刺代わりだとすれば、私こんだけ今度バージョンアップしました、変わりましたっていうのを提案できると、はい、あ、この人成長してるから前は知らなかったけど、はいはいはい、
面白いんじゃねえかって言ってもらえる。なるほどね。お、響いてます、名刺っぽいのが。はいはいはい、はい。おっしゃる通りだと思いますね。これからなんでね、本当に楽しみに、商店街のツールだったり、人の、あのパーソナルツールであってね、人が行って、あ、誰ちゃんと誰ちゃんつながってんだとかね、そういうのまであってもね、あと、ということさっき、あの、父さんの、あの、医療ね、はいはい、ドア失望、ね、なかったなという共通話題のね、誰ちゃんはどう思ったシリーズとかね、はい、面白いかなというふうにね。頭の中にできてるんですね、もうシリーズが。シリーズ、当たるか当たらないかは別。無責任シリーズ。いや、でも逆に言うと、そういうのも気軽にできるっていうのは、まあ、一つ動画の、まあ、動画っていうか、その、あんな大きい、まあ、そのお金であったりとか時間かけずに作る動画のメリットですよね。それはね。はいはい。じゃあ、ちょっと次、じゃあ、あの、庄司さん、俺聞いてるよね。庄司さん、どうかな。はい。あの、あら、あんな長編の映画よりも、あの、うん、映画よりも、あの、アラマチマンマインドの歌の方が面白かったっていう。そあの長いのはとても長くて見なかった、ね。あんまり見れない。ちょっと見て終わったみたいなのが多かったです。なるそうなんだ。え、こう例えば髪切りに来た人たちが動画見たよって言って、なんかこうやっぱいいことしか変な言わないかな、そういう人たちって楽しくなんか良かったよとかしか。そうですね。そうですね。そうだよね。そうだよね。そうだ。まあでもどっちかって言ったら私もでもあれを見て思ったのはやっぱり、はいはい、あ、商店街ってこんだけあの、うん、例えば及川酒店っていう。うんうんうん。もちろん及川さん。はい、僕35年うちのお店あるんですけど、もう20年ぐらい荒町で働いてて、はい、普通の町の、はいはいはい、酒屋さんだと思ってたんですよ。はい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 、はい、普通の昔からある酒屋さんね。あ、そういうことね。はいはいはい。そしたら映画を見たら、300年前からあるというね。そうなんね。もともと麹屋さんで酒蔵になって、そう、あの小売りの酒店になって、今は不動産と酒屋さんになってるわけじゃないですか。はい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 。300年の歴史があの酒屋さんにあるんだっていうのを、前を通ってるだけで、ちょっと触れただけじゃ分かんないのを、はいはいはい。やっぱ荒町って歴史ある素晴らしい町だなっていうのを感じて、その次に内輪になったわけですよ。あの発想につながった。そこで内輪につながったんですね。そうそうそう。あ、そっか。じゃあ、あの動画がなかったら、うちは誕生しなかったかもしれないという。どんどんどん。だから、常に前通ってて、ちょっと触れるだけでは、うんうん、歴史の深さまではたどり着かない、ね、はい。いや、そうなんですよね。それは僕も思いますね。はい、ありがとうございます。次、ちょっと駿河さんにちょっと聞こうかな。はい、駿河さん、お願いします。はい。はい、そうですね。あの、まあ、さっきも出たはお話なんですけれども、はい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 。あの、まあ、あの、最初のその、言い出しっぺの、伊藤さんっていう方がですね、映画っていうところに、うん、あのまあ、こだわりたかったというか、おう、なるほど、映画っていう形にしたかったっていう思いがあったので、はい、まあ、ああいう形になったんですけれども、うん、あの、その作り始めのプロジェクト初期段階でも結構、映画にするよりも短い動画の方が今は流行るんじゃないかみたいな意見はちらっとあった。はい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 、はい。で、あの、それこそあのミュージックビデオ、あの荒町版の、あ、ミュージックビデオか、あれは。そっかそっかそっか。ミュージックビデオっていうんですかね。あの、アラマチマンマインド。あの、ああいうテイストの、ああいうミュージックビデオ風のものの方が、はい、あの、今の人たちは見るんじゃないのっていう話もちらっとあったんですよ。うん、でもまあ、最初映画って話だったんで、まず映画で行きましょうっていうことで、ああいう風になったんですけど、はい。まあ、あれはあれで、やっぱりさっき庄司さんもおっしゃってたように、あの、私もあの、うん、あれですね、森民さんとか、はいはいはい。あれですね。あの及川酒店さんの歴史なんて全然知らなかったですし、あの、あれですね、庚申堂の岡さんのとこにあるあの古文書みたいなレシピですか。あ、はい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 、ありました ね、あれも知らなかったんで、うん、ああいうのがこう紹介されたっていうのはいいことだなって思ったんですね。確かに、まあ、そのそうですね、そういう機会じゃないとなかなかそういうそのお店に眠ってるお宝みたいなのって映し出される機会ないと思うし、うんうん、普通に一般の人たちが確かにお店にいたところで見せてくれないですよね。あの信頼関係もない中で深いところって、うん、とかね、聞けばもしかしたら答えてくれるかもしれないけどもね、下手しこうみんなに同じように答えていくと皆さんその大変だろうし、で考えると動画っていうのは一発でその歴史とかそういったこうものっていうのを伝えられるっていう意味ではいいですよね、うん、
はいはい、ありがとうございます。じゃあそうですね、じゃあそしたら、まあ、今いろいろともう皆さんの動画に対する話いろいろ聞いたんですけれども、まあもうこれ話してくださいましたよね、商店街の方々は動画で発信することについてどう思うって話は。今皆さんいろいろ話してくれたと思うので、じゃあその実際荒町で商店街で動画を実現するってなった時にどんな形だったら一緒にやっていくというか動画発信していけますかねっていうのを一緒に考えたいんですけど、ちょっと漆田さんも入ってきてもらいつつちょっと一緒に聞きたい。はいはい、はい、もちろんです。 OK、うん、じゃあちょっと一回じゃあその休憩しますね。はいはい、じゃあこれで話していきましょう。はい、どうなんですかねどうなんですかね、どうなんですかね、どんな形ならできるんですかね。いやでもあの皆さんおっしゃってた通り、うん、そのやっぱりこう長い動画を作ろうとしたりすごくこう準備に時間かける動画を作ればやっぱそれなりに大変だし、あの、うん、1回作ったらなん、ね、そのそれなりにこうね、こうひあの、まあ、疲労感というかあれもあるし、でも、うん、やっぱりそれって一回見てもらったら終わりになってしまう可能性もすごく高いと思うんですよね、うん、それってそれはしょうがないところがあって、まあ、よく言われるのは例えば映画を見るときは、うん、もう人は多分1時間、まあ、それ以上のものを見るつもりで、うん、まあ、席に着くわけですよね。で、うん、テレビだったら多分10分ぐらいで、面白ければその1時間番組最後まで見てくれるけど、つまんなかったら10分ぐらいでチャンネル変えちゃう。で、じゃあ YouTube だったらって言ったら多分30秒ぐらいとか、まああるいはもうもっと厳しい、あの10秒とか5秒っていう人もいますけど、だからそれぐらいで、あ、この動画つまんないな、興味ないな、自分の知りたい情報ないなと思ったらもう見られなくなっちゃうっていうぐらい、やっぱりその短いんですよね YouTube って。逆に言ったらそのなんだろうな、あのその映画を作るような労力をかけて動画を作らなくても、もっと自分たちのその身の回りのことだったり、うん、さっきあの、うん、おっしゃっていただいてたように、なんかこのその、うん、あのちょっと面白いキャラクターの人がいるからその人にとか、本当お店の様子、あのお店の方々にとっては当たり前のことなんだけど、お客さんからしたら普段見えないようなものをちょっと見せてあげるとか、うん、なんかそういう工夫で、あのそこまでこう労力をかけなくても継続できるっていうようなやり方をしていくっていうのがまずは大切かなと思いますね。で、うんうんうん、本当に動画の内容も30秒とか1分でもいいんですよ、極端な話。はい、なんか YouTuber さんみたいにその動画を見てもらうことによってお金を稼ごうとすると、なんか10分ぐらいとか最低長い動画作んなきゃいけないらしいんですね。はいはいはい、でも商店街で動画を作るってことは、その商店街のことを知ってもらうとか、お店に興味を持ってもらう、商品に興味を持ってもらうってことが、あの目的なので、別に長い動画を作る必要はそもそもないと。でその辺の考え方によって多分面白いことがやれてくんじゃないかなと思いますね。はい、うん、まあ、とはいえその実際その商店主の方々が例えばこうご自身で動画を作るっていう発想っていうのはあるんですかね、庄司さんとか父さんとか。なんか、まあ、あれですね、このコロナによってより思うなるほど、やっぱり YouTuber これからはっていうカテゴリーも持っといた方がいいなっていうのは思います、ね。あ、そうなんだ。その、なんでしょう、動画を作るのに当てる時間っていうのは作れそうな感じなんですか？いや、だからそんなに長いのじゃなくても、やっぱり、新しい情報だったりとか、発信するところから、まずなんか慣れることの方が大事で、あ、なるほど、なるほど。めんどくさいなっていうよりは、もう短いのからまだチャレンジしてどんどん上げてって、どんどん変化していく中で、ちょっとずつなんか表現が上手になったりとか、なんかこう、こういう方がなんかもっと伝わるかなとか、なんかそういうので変わっていくと思うんですよ。なんで、まあ、そのぐらいの軽さの方がなんかいいのかなっていう気がします。まあそうです。うん。そのままそうなんですよね。はいはい。駿河さんどうですか？そうですね。まあコロナになって私の同業者界隈でもやっぱり動画配信とか やり始めた人たちっていうのがいます。そうなん、それどういう内容やるんですか、はい、そのやるとしたら。あれですね、歩き方、その、歩き方講座とか、お家の中でできる体操とか、はいはいはい。布団の上でできる、例えば、こういう、こういう体操。あ、なるほどね、こう、つぼじゃなくて、ね、体操とか、あとこう、こういう足首を、こういうふうに、こう、なんですかね、こういうふうに動かす。痛い痛い。とか、これ、お布団の上でできますよって言って、
まあ、スタッフさんがいたりとか、なんか相方がいる人はこう自分がモデルになって撮ってもらって配信してる人もいますし、私なんか一人なんで、なんかこう自分の足を撮ったりとかするぐらいしかできないんですけども、そういうのをやってる人もいますし、あとは今ですね、その、まあ、このベネシュ公式でハッシュタグキャンペーンっていうのをやってまして、なんかウォーキング風景をなんかツイッターとかに、そのなんかどこでもベネシュっていうそのハッシュタグをつけて、投稿するっていう、なんかそういうのをこう全国的にやってるんですけれども、それに私が投稿したネタの一つとして、まあ、短い動画ですね、本当にiPhone で撮ったような、別にこう YouTube で番組として成立するような内容じゃなくて、こうお客さんがこうサンダルの履き方上手になったんだよって危機として語ってる、なんかそこをちらっと撮ったような動画とか、そんなのをこう上げたりとかして、それなりに受けるっていうね、なるほど、それいいですよね。いいと思います、そういうの。いや、めちゃくちゃいいと思います。そうです、番組として成立するようなものにしようとすると難しくなるし、敷居高くなるし、撮ってる暇もないんだけれども、数秒の動画ですよね。そう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 。ね、お天気悪い時でもできる、お家の中でできる体操、これちょこちょこ歩きですよとかね、何秒か、数秒の動画をこうツイッターとかにちょろっと上げるとか、そういうぐらい。だったら、まあ、全く負担にならずできます。はい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 。それは確かになんかその太さのならではかなと思いますね。はい。というところで、そろそろお時間ではあって、一応質問とかっていうのがあまり来てなかったので、このまま話進めちゃってたんですけれども、はい。ないよね、質問。ありがとうございます。なんで、もし質問あれば、次の一番最後の方で取り上げさせてもらいますので、まあ、また質問あればぜひコメントとかなんか言ってもらえばなと。あ、何決まったんです。もう翔さん決まっちゃったよ。今日何？うわ、翔さんから発言がありますからちょっと聞いてください。お願いします。はい、どうぞ。はい。もうできた。動画っていうか今日朝僕がひらめいたんですけど。今。お、何？朝荒町のフレーズを今日これいいなと思ったのがあって、ワンダーランド荒町っていうのを。ワンダーランド？うん、ワンダーランド。ワンダーランド荒町。で、ワンダーランド荒町っていうのをもう、例えば動画の頭にワンダーランド荒町っていうとこから必ずスタートすると。で、今日はワンダーランド荒町、今日はビーアクプールの庄司です。はいはいはい。こういうことやってますみたいな。はいはいはい。これ、呉服店だったら呉服店ですって。ですって言って。共通のさっきのハッシュタグじゃないですけど、いいね、フレーズで、ワンダーランド、なん言ってみてえな、ワンダーランドなのかな。ワンダーランドってなんだって。ワンダーランドも、不思議な国だよね、結局。そうで、結局、入り口入ってみたら、アマラチになってるわけじゃない。だよね、ワンダーランドね。アラマチっていうアルファベットなのに、アマラチになってる。悪いね、大人がね、ニヤニヤしながらやってるんだよね、本当に。なぜか通り過ぎると、理容室のはずなのに、うちわが飾ってあるぞ、みたいな。なんかワンダーだね、それは。十分ワンダーランド、まあ、人もワンダーランドっぽい感じ。人ワンダーですよね、もう。だからそれがなんか、歓喜ですよ、みんな。いいな、いいね、確かに。入り口の看板ありますでしょ、そうそうそう。アマラチの。広場にね。あまちゃいますね。去年光らしたんですよね。光ったんでしたっけあれ？光ったんですよ、あれ夜光るんですよ。すげえ。あれがあれを見てハリウッドみたいって言った人がいて。すごいね、ハリウッドにもなれるんだ荒町って。荒町がハリウッドになったって言って、それ写メ撮ってその看板。マジか。会社のお仲間になんか自慢したってお客さんいましたね。あ、本当ですか？めちゃくちゃね、荒町面白いんで、こういう愉快な店主がいっぱいいるので、ぜひね、もうちょっと時間なのでそろそろ締めたいというところですけれど、はい、いや、本当ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。最後に一言ずつぐらいちょっともらえますか。はい、一言ずつ。じゃあ、どうしようかな。じゃあ最初、庄司さんからそのまま、はい、一言ずつちょっともらいたい。ワンダーランド荒町。そんでいきます。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。そのまま、じゃあ、岡さん。はい。岡さん、一言。
本当に一言でお願いします。はい、よろしく。ありがとうございます。はい、伊藤さん。ワンダーランド3。いや、うち、続けなくていいよ。ワンダーランドっていう一つ出ましたんで、これから、はい、ディープな荒町を、はい、一人一人のね、はい、ちょっと足していきたいと思いますので、はい、ワンダーランド、はい、いきます。よろしくお願いします。はい。じゃあ最後、すみません、締めてください。はい、締め会。はい、ワンダーランド、荒町。はい、素晴らしい。はい。はい。はい、愉快な荒町商店街の皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、はい、微動停止、お願いします。はい。いやーもういやなんか商店街のなんか会議室のところに、うん、なんかこう将棋の解説ができそうなやつが貼ってあったのがすごい気になったんですけど、実はくまさんの将棋教室っていうのをやっていて、はい、おお、ね、来週ぐらいからだったか、確か土曜日やって、子供向けにやっていて、もうそういうのもオンラインでねやっちゃえばいいんですよね。ね、できますよね。将棋の勉強ができる荒町商店街とかっていうね、いや、もうワンダーですね。そう、ワンダーですよ、本当に。はい、はい、面白い。ありがとうございます。はい。じゃあもう、続きまして、セッション2というか、トークセッション2に移っていきたいと思います。はい。じゃあ、皆さん入ってきてください。あ、じゃあ、漆田さんは一旦ここで退出していきます。はい。じゃあ、ビルさんと、あと、若さん入ってきてください。はい、どうも。あ、来た。聞いてました今。聞いてた。あ、なんか、うちは持ってる。あ、止まってる？なんか、テンポ遅い？聞こえます？あ、聞こえます。私の声も聞こえる？あ、今聞こえます。大丈夫です。なんか、もしかしたら電波遅いか。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、はい。面白かったね。めっちゃ面白かったですね。いや、なんか、うん、どうぞ。あ、庄司さんはさ、やっぱり寝る前に、うん、寝るときに考えて朝ひらめくんだなっていうのが荒町散歩に書いてあった通りだなと思いながらね。そうそうそう、はい、あ、そうだね。せっかくなんで荒町散歩の、フリーペーパーをですね、ネット版というかダウンロード版で、あるので、それ今コメント欄に入れたので興味ある方見てください。そこで庄司さんが面白いアイデアっていうのは、寝て朝起きた時にひらめくって話をしているんですね、うん、ぜひ見てみてください。実証されたと思って見てました。はい、ありがとうございます。じゃあ今ね、ちょうど第1部終わって、あとはだいたい30分40分ぐらいですかね、で、ざっくりこのメンバーで話していきたいと思います。じゃあまず自己紹介からしてもらうので、ちょっとスライド用意しますね。少々お待ちください。はい、で基本的にそのスライドではなくて顔見える形でやっていきたいと思います。で、はい、じゃあこのトークセッション2ということで、進めていきたいと思います。はい、まず自己紹介、若さん。はい、鈴木若子と申します。はい、リザインという会社を経営してます。七ヶ浜に、はい、住んでいて、東京から帰ってきても、はい、20年くらい、いや、わかんない違う、15年だ、ごめん。うん、15年ぐらいはね、戻ってきて、七ヶ浜に住んでいます。で、デザインはどんな会社かっていうと、まあ、はい、広告デザイン業が主な仕事なんですけれども、まあ、最近は商品開発だったりとか、はい、まあ、企業とか商品のね、ブランディングだったりとか、あとは、音楽関係のお仕事もさせていただいたりとか、いろいろ、やってます。SNS 関係のお仕事も、うんうん、最近本田印刷さんというところと、うんうん、パートナーシップを組んでやらせていただいてます。うん、はい、ありがとうございます。はい、ざっくりです。はい、ね、お母さんのスイカパンね、プロデュースしたんですよね。まあ、ヒカキンさんでも、菊池屋さんとね、一緒にね、うん、うん、広告全般はやらせていただいてて。うんうんうん、いや、すごい、それは、はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ次。はい、じゃあリル357のたくみさんとあきさんです。じゃあ自己紹介お願いします。はい、こんばんは、リル357のビデオグラファーをやっている渡辺たくみです。フォトグラファーをやっている鈴木あきと申します。
はい、よろしくお願いします。簡単に紹介させてもらいます。はい、お願いします。3357っていうのは、この、あきちゃんも自分も出戻りなんですけど、東北小さい町の七ヶ浜町っていうところで、地域の精神っていうのをコンセプトにやっているクリエイターチーム。普段は映像だったり写真とグラフィックデザインをメインに、商業だったりだとか作品作りっていうのをやっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにリル357ってどういう意味なんでしたっけ？長いか長いか、あ、いえいえ、長くないです、長くないです。リルっていうのは、あれですね、リトルのスラングって、ちょっと訛りみたいな感じで、子供っていう意味があって、その357っていうのは、地内局番っていうかな、022357、ほにゃららほにゃららっていうのが、七ヶ浜町の、番号になっていて、そのまあ、七ヶ浜町の子供っていう意味で、リル357で、そのリルっていうのは他に LIL でローカリティイン、ロイヤリティっていうのがあって、それが地域の忠誠心っていう意味になるっていう、そんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにリル357って、ネットで検索するとかっこいいホームページが出てきて、そこに作ってる動画が上がってるんですけれども、もう全部おしゃれなんで、ぜひ皆さん興味ある方見てください。で、去年のですね、KHB 東日本放送主催の宮城ふるさと CM 大賞で、2019年大賞を受賞したというところで、はい。それもおめでとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、これは自己紹介というところで進めていきたいと思います。あれ、これ合ってるっけ？うん。荒町との関わりですね。はい。これどうします？なんかできるだけ顔見ながら話せた方がいいのかなと思っていたんですけれども。はい。どうする？このスライドを閉じて話せますかね？こんな形で。それともスライドそのままやっていく？この前遠いかな？あ、そう。スラ、あ、じゃあ、す、ごめんなさい。じゃあ、一回スライドこのままやっていきましょう。どんな形で、はい、あらまちとか始めたかっていうところで、まずそもそもその、まあ、僕はそのホステル機構っていうところで働いていたゲストハウスがあるんですけども、若さんそこに関わってたんですよね、一緒に。あ、そうなんです。ホステル機構のホームページですとか、うんうん、あとは名刺だったりとか、うんうん、あとはみんなね着てる機構カラーのねユニフォームだったりとかをデザインさせていただいたりして、最初に、うんうん、そういう形で機構と関わらせていただいたのが、うん、荒町っていう、商店街に出会う最初のきっかけでしたね。はいはいはい、ですよね。うん、はい、で、そっから。あとはね、岡ちゃんとね、お酒飲ませていただいたりとか。うん、はい。はい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 。なんかね、一緒に、商店街のね、うん、一緒にこう、ぐるみで、ね、キコに集まってみんなで飲んだりとかね、うん、っていうのはありましたよね。キョロちゃんって呼ばれてね、はい、みんなに可愛がってもらって、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に。あとは去年ね、はい、令和元年に、荒町エリア発信隊の、発行する、はい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 、フリーペーパー荒町散歩の、スマホで撮影、撮影講座っていう講座の、講師を担当させていただいて、その後、荒町散歩のデザインもさせていただいてました。うん、はいはい。そうなんですよ、はい。全体的にデザイナーとしてこの商店街に関わってくださってるんですよね。はい。はい。アキさんとの話って今でしたっけ？本当ね、アキちゃんと、高見くんは、キコの、壁紙の内装を担当させていただいてて。うん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 、うん。で、そこが最初の、うん、はい、始まりかなと。そうなんですよね。そのホステルキコって、ごめんなさい、またネットで調べていただきたいんですけれども、調べるとですね、まさに内装があって、その中のお部屋、13部屋ぐらいあるんですけども、そのうちの2つ、手裏剣の間と、あとが、なんだっけ、どう忘れちゃった。手裏剣の間と、折り紙、なんだっけ、折り紙だ。要は、はい。はいはいはい。折り紙部屋っていうのをデザインしてくださったんですよね。はい。これも全部ホームページ行くと写真載ってるので、ぜひ見てみてください。で、そこからまず最初に関わり始めてくださったんですよね。はい。そうそうそう。はい。で、次行っていいんですか、これ。
いっちゃいましょう。はい、OK です。じゃあこれあのスライドめくるときにこう次って言ってください。わかりました。ゆるくいきたいと思います。はい、行きましょう。はい。はい。で、なぜ今商店街に動画が必要なのかという、まあ、さっき僕と漆田さんが話をした内容ですけども、うん、じゃあこれについても2人から、あ、お三方から聞きたいです。はい。じゃあ次のちょっと答えを出してもらって、はい、もう最初にあの答えの方を言おうと思ってたんですけど、うん、なんかね、ちょっと堅苦しいこと書いてあるんだけど、要はっていうところで喋っていきます。うんうん、あの、はい、一応デザインとリルの方で、まあ、最初にね、このお話いただいたときに、まあ、なんで今商店街に動画が必要なのかなって、あの、考えさせてもらって、まあ、その時に、2人で、あ、2チームでね、出した答えっていうのが、まあ、情報オーバーロードっていうところで、情報がね、今、SNS とかで誰でも発信者の立場になれるじゃない。ちょっと昔までは、発信できる人って新聞の人だったりとか、テレビの人だったりとか、発信者って限られてたんだけど、今は SNS を使えば誰でも発信、情報の発信者になれると。で、そういう状態だと、情報ってめちゃめちゃ多くなるよね。あの世の中に溢れてる情報ってすっごく多くなって、本当に私自身が必要な情報っていうのがもう埋もれてしまってる状態のことを情報オーバーロードっていうんだけど、その情報オーバーロードによって、私の探してる情報っていうのは待ってることさえ困難な時代になったっていうことです。例えば、ホームページを作って、ホームページって検索して探してもらわないとたどり着かないじゃない。じゃあ検索するきっかけってどこにあるのっていうところなんですよ。はいはいはい。はい、テクニカルなことになってきましたね。はいはいはい。うん、面白い。はい、ちょっと入れていくから俺、どんどんちょっと入れて。で、はい、例えばね、あの私があの仙台市で美味しい団子屋さんを探したかったとするじゃん。例えば、はい、お客さんにお団子ね、ちょっと今日持っていきたいなと思って、仙台市スペースお団子屋で検索したとするじゃん。そしたらもう無数のお団子屋さんが出てくるでしょ。はい、出てきます。じゃあ本当に私の探してるお団子、例えばお客さんにねお土産に持ってって、ちょっと喜ばれるようなお団子ってどこの店なんだろうっていうのがもうわからない状態なんですよ。確かに、うん、いっぱい出てきちゃうもんね。はい、そう、それをね、ホームページでこうずっと待ってるだけだと、選んでもらえるまでずっと待機の体制なんですよ。待機してるしかない、そうですよね。はいはい。この動画がなんで必要かっていうところにまた戻ると、動画という、ね、ツールを使ってよりコンパクトに、さっきあの荒町商店街の人も、壮大になっちゃったからね、コンパクトにしていこうっていう話があったけど、よりコンパクトにその情報を伝えることによって、こっちがね、ここの団子がこんな団子だよっていう動画で提案してあげれることによって、そのホームページの待機の体制っていうのは変わってくるんじゃないかなって思ってます。なので動画が必要だっていうところで、答えはねちょっと導き出したんですけど。なるほど。リルの方からね。はい。補足？はい。じゃあ次いきますか。補足。まだここ。OK。本を今これ出していいですか？もの。よパッケージが出ちゃうんですけど大丈夫です。何もろって、はい、どうすればいいの？これちなみに、あ、待って、今ちょっとあれします。一回共有停止して、はい。で、スピーカービューにしようかな。スピーカービュー、はい。はい。あ、はい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 。この本なんですけど、ちょっと前に映画化になった本なんですね。はい。で、こんなに分厚いんですよ。で、これ自体をやっぱり、まあ、これ映画1時間59分なんです。オープニング、エンディング含めて。1時間59分なんですけど、これじゃあ1時間59分で読めるかっていうと、そう、まあ、読めないと思うんですよね。っていう、まあ、要は何が言いたいかって、まあ、文字は文字の良さがあるとは思うんですけど、映像は映像の、要はその、コンパクトにまとめられる、より情報をまとめてその画面の中に収められるっていうのがその動画の良さだと思っていて、先ほどなんか商店街の方の皆さん言ってたと思うんですけど、やっぱり長いのより短いのっていうのが
その商店街っていう部分にフォーカスを当てた時に、まあ一番必要な動画になってくるのかなっていうふうには思うんですよ。うん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 、めっちゃ思いますそれ。はいはいはい。いいっすね。一回ちょっと戻しますね。はい。はい、それは。はいはい。はい、進行下手くそかっつって。すみません、はい、ということでした。いや、まとま、いや、まとま、うん、でもその結局2時間でその本読もうとしても読めないけど、2時間でその内容が伝えられるのが動画だっていうことだもんね。まあ、そうそうそう、ざっくり言うと、そうそう、それ動画の良さですよね。まとめた。スライド次ですか。スライド次ですか。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、次、はい、商店街で買い物をするお客様を増やすには、はい、これはどういうことでしょうか。はい、じゃあこれはデザインを答えていきます。まずその、はい、商店街に動画が必要とか必要じゃないとかそういう問題より、うん、まず買い物してくれるお客様が増えないと、うん、別に動画云々なんてもう最初に話してるところじゃないと思うんですよ、うん、なるほど、はいはいはい、動画云々じゃなくて、そうそうそう、最初にお客様、うん、とりあえず増やしたいんだよっていうところだと思うんですよ、うん、じゃあ、うん、動画っていうものと、うん、じゃあお客様を買い物するお客様をどうやってつなげていくかっていうところで、次のページ行ってください、うん、はい、はい、買い物ストレス解消ということで、なるほど、はい、うん、これはねどういうことかというと、はい、じゃあ次行きます、うん、サクサク行きます、はいはい、サクサク言いましょう。はい。はい、あとちなみに20分でございます。大丈夫です。はい、はい、買い物にね、ストレスを感じる時代って言って、基本的に今、商品開発する人も何でもそうなんだけど、よりお客様、うん、消費者とか生活者に、うん、ストレスがないものを提案するんですよ。うん、なんか、自分の身の回りで最近買った商品とか考えてみても、例えば何かを早くする機械だったりとか、うん、何かを効率よくする機械だったりとかして、その自分自身にストレスがないものをみんな買ってるでしょ、うん、だから商品開発側はみんなストレスがないっていうのが、買い手にねストレスを与えないっていうのが条件になってきてるんです、うん、でこれはどういうことかっていうと、例えば最初1965年ぐらいから70年ぐらいまでの高度経済成長期で揃える買い物って、うんうんうん、イワムとかは多分分かんないと思うけど、三種の神器とかね、三、うん、C とか。ああ、歴史の教科書で、社会の教科書かな。そうそう、うん、いました。はい。そう、私もまだ生きてないよ、その時は。あ、そう、まだ生まれてないよ、大丈夫だよ。そうだよね。そうなんだけど。失礼しました。はい。この時は、三種の神器って言って、洗濯機、冷蔵庫とかね、まあ、モノクロのテレビだったりとかを、揃えたりとか、 3C って言って、うん、カラーテレビ、クーラー、自動車、まあ、頭文字を取って C なんだけど、これをね、うん、揃えることで中級生活ができるっていう、中流生活だ、ごめんね、中流、あ、はい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 、できるっていうもので、これさえ揃えておけばいいっていう時代だったんですよ。それが、はいはいはい、80年代から90年代そろそろ若子が生まれ始めるんだけど、若子がね生まれ始めるときにどうなっていったかっていうと、はい、憧れる買い物、DC ブランド、うん、一世三宅とかね、なんか今でも聞いたことあるブランドがたくさんあると思うんだけど、うんうんうん、そういうブランドだったりとか高級車のねブームだったり、うん、もうちょうど平野ノラさんが演じてる時代だよね、あ、しもしもね、そうそう、しもしもの時代に、うん、憧れる買い物っていうのがね、なんかあんなきらびやかな服着てみんな、夜の街に遊びに行って、アッシーくんがなんとかっていう車でポルシェで迎えに来たみたいなやつとかよくあったと思うんだけど、なんかそういう憧れる買い物の時代でした。じゃあ、90年代から今っていうのはどうなってるかっていうと、例えば価格 .com だったりとか、あとはコスパ重視の H&M とか島村とかっていうのが出てきて、もうそれを基本的にこう私たちは選んでいかなきゃいけなくなった。で、それをもう自分で選べなくなっちゃって、それが選べないことがストレスになってるのよ、今。情報がありすぎちゃって。そもそも商品自体も似たようなやついっぱいありすぎて、そう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 、何がいいのかも分かんないですよね、ぶっちゃけ。これいいんだよっていう昔の時代に比べて、今ってもありすぎて、何がいいかもなんか、それは時と場合によるねとかってなっちゃって、分かんなくなっちゃうよね。うん、価格ごドットコムで結構価格比較したりするじゃない。うん、します。なんで、値段の、値段をね、比較したりとか、物の、その性質だったりとか比較したりとかして、
そういうのがもう選ぶのがストレスになって感じてきてしまう。なるほどね。はいはいはい。次のページ行ってください。はい。で、じゃあこれからあの選ばない、うん、買い物へ向かう生活者っていうところなんだけど、はい、じゃあ現在はあのもはやその全ての商品を、うんうん、このお膳立てしてほしいとか失敗しない保証が欲しいとか、例えば電気屋さんに行ってさ、あの、うん、自分が決めてったこの電化製品を買うって決めてったんだけど、電気屋さんの人のアドバイスとかで違う商品を買って帰ってきちゃったりとかするわけじゃない。なんでみんな選べないから、みんな誰かにお膳立てしてもらって、うん、あの保証が欲しいわけよ。あ、これ買ったら大丈夫なんだとか、うんうんうん、これ買ったら私のこういう願望ってあの消費できるんだとかっていう、みんなお膳立てしてほしくなってしまったというところで、はい、次行きます。はい、あ、その次もね、はい、面倒な買い物って、さっきストレスになる買い物をちょっとざっくり並べたんだけども、うんうん、次行きましょう、うん、はい、はい、じゃあこれからどうなっていくかっていうところなんだけど、これからどうなっていくかっていうと、みんななんかこう音楽だったりとか洋服だったりサブスクって言われるものに登録してたりすると思うんですね。で、そのサブスクっていうものをっていうのはどういうことかっていうと、あの1ヶ月月額料金払って自分に合う音楽とかを提供してもらえるものじゃない。 Apple Music とかもそうだけど、だから買い物に関心はみんなあるんだけど、あえて選ばなくて、それを提案してもらって誰かにお膳立てしてもらったものを消費していくっていう、時代にこれからなっていくというところで、ここは簡単にまとめさせていただきました。じゃあ次のページいきます。はい、でこれがじゃあ動画とどう関係あるのかっていうと、はい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 、信頼できる情報を生活者に提案してあげることが大切だと思う。今までずっと買い物、うん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 、買い物がストレスだって言って選ぶのがストレスだストレスだって言ってきたんだけど、じゃあ、うんうん、このストレスを解消するには動画っていうツールで、うん、例えば、うん、動画ってさ、もう視覚、目で見るものじゃない。で、うん、音が聞こえてくるじゃない。例えばジュージューだったりとか、うんうん、パチパチだったりとか、うんうん、例えば冷たそうとかっていうのも音がなくてもわかるじゃない。うんうんうん、わかりますわかります。はいはいはい、なんでそういう動画っていうものを使って買い物をサポートしてあげる、お膳立てしてあげる、うんうんうん、それが、商店街で物を売ってるものをあのしっかり動画っていうもので PR してあげることによって、でそれが信頼できる情報になってくるので、うん、自然と買い物をするお客様が増えていくっていうところで、この話はちょっと締めさせていただこうと思ってます。なるほどですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい、はいはい、次どうやって商品を選んでもらえばいいのというところですね、うん、はい、これもリザインが答えていきます。サクサクいくからね、うん、サクサクいきましょう。はい、うん、じゃあどうやって商品もらんでもらえば、はい、選んでもらえばいいのって言って、物事意味って書いてあるんだけど、うん、じゃあ次のページ行ってください。はい、なんか皆さん物消費とかこと消費って聞いたことない、うん、なんかニュースとかなんかまあドキュメンタリーとかで物消費とかこと消費とかってあの聞いたことあると思うんだけど、ここで言うね、可処分っていう言葉使うんだけど、可処分っていう意味は自分の意思で使える部分ってことです。自分の意思で使える部分、うん、あー、なるほど、はい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 、可処分の意味ね。で、うんうんうん、物消費っていうのはどういう時代かというと、例えば鈴木和歌子の私のお給料の中の例えば携帯代とかいろいろ使えるお金を引いて、うん、残った所得があるじゃない。はいはいはい、その残った所得を、みんなで奪い合う時代だったの。だから鈴木和歌子の持ってるお金、その、うん、鈴木和歌子が自分の意思で使えるって思った残ったお金を、企業側が一生懸命そのお金をね、うちはこの商品買わせるぜ、うちはこの商品買わせるぜつって、うん、みんなで私 の, あの所得を奪い合う時代だったんですよ。うんうんうん、それで、うんうん、企業は勝利を、うんうん、制してきたんだけど、じゃあ、うん、今はどんな時代かっていうと、こと消費って言って、うん、体験にお金を使う時代じゃない。例えば、うんうん、自然を体験することにお金を払ったりとかね。はい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 。あとは行事とかイベントに参加するのにお金払ったりとか。そうですよね、しますね。そう、はいはい、スポーツ観戦だったりとか、文化施設に行くのもこと消費なんですよ。うんうんうん、
なので、その私の時間の奪い合いなんですよ、今は。今まではそう、お金さえ奪ってれば、お金さえ奪ってればって言い方おかしいけど、私の残ったお金さえなんとかものにしとけば、買ってこれたのに、今はことで私に体験すること、私の時間だよね、私の時間を制さないと、企業側は勝てなくなってきたと。なるほど。はい、はい、はい。じゃあ、これからどういう時代になっていくかっていうと、これはショールームって、はい、ショールームって聞いたことあるでしょ、前田さん。よく、前田さんしてます。ね、ちょっとイケメンでね、はい。はい。前田さんが言ってたんだけど、これからは意味消費の時代になると。はあ、はあ、はあ、はあ。意味消費。うん、意味消費っていうのはどういうことかっていうと、心の争奪戦なんだって。どういうこと？どういうこと？例えば、そう、心の争奪戦っていうのは、自分が買ったものとか、こととか、ものとかね、こと、例えば体験とか、あとは自分が買った商品だったりとか、それに対してどんだけ心が動かされたかっていう時代になってくるんだって。なるほどね。で、心が動けば動くほど、また買いたいとか、また行きたいとか、誰々を連れて行ったとか、そう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 、感動感動。はいはいはい。っていう時代が次の商品を買うきっかけになってくると。おお。っていうのは、またここで動画とつながっていくんだけど、はい。ってことは、動画で人の心を動かす動画を作ってしまえばさ、この話ってすごく、意味が、辻褄が合ってくるってことで。心を動かす動画を作ることによって、そう、信頼を獲得しつつ、そこのお店であったりとか、人から物を買ってもらうというか、そうそうそう、そういう流れができるってことなんですよね。そう、これは大事。なるほどね。そう、友達も連れて行きたいとか、そういう話になってきて、この間、ちょっとね、さっきの話で、この間じゃない、さっきの話でちょっと感じたことがあったんだけど、荒町マンマインドの話してたじゃない？あ、してましたね、はい。うん、でそんなにみんなから感想とか言われる期間が長くなかったと。うん。なんか結構一瞬で終わっちゃったっていう話をしてたんだけど、それってまだ諦めるのがめちゃめちゃ早くて。お、まだ諦めるなと。そう。で、YouTube って、3年前の動画が今めちゃめちゃ再生回数稼いでたりとか、はあ、そうなんだ。そう、Facebook とかと違って非常にストック性が高いんですよ。確かにそれは、検索した時に別に昨日上げた動画も3年前の動画も10年前の動画も出てくるわけじゃない。はいはいはい。あ、なんなら確かに荒町、例えば荒町を本当に知りたい人がいて、荒町商店街っていうふうに検索、YouTube 上で検索をしたら、そもそもコンテンツが溢れてないから、3年前とかの動画でも上に上がっていけますよね。そうなんですよ。なんで、基本的に今から作る動画で、例えばエンディングをね、エンディングを、さっきね、荒町ワンダーランドで始まって、はい、エンディングを荒町マンマインドにしたとするじゃない。そしたらさ、めっちゃいいアイデアですね、はい。そう、そしたらさ、はい、この歌何なんだろうって思う人がいるじゃん。絶対いますね。何なのこの歌って思う人が、そこで心を動かされてるわけよ。はあ、はあはあはあ、もうそれ動いてるの、その状態は。そう。だってもう、なんか、楽しいとか嬉しいとか、もう心を動かされてる感情だと思うんだけど、そこでなんかちょっと、あ、この歌何だろうって思ったら、またその荒町マンマインドの本、なんつうの、本家の映像にたどり着くわけじゃない。はい、たどり着きますね。そう、まだまだこれから動画を作っていくことで、まだまだ荒町マンマインドを諦めることはないと思っていて、でさらに荒町のこと知りたくなったら、100年物語だったりね、もう見ていく。なるほど。はいはい。まあ、これまで使った動画を活用しつつ、今回新しく作っていく動画っていうのにも絡めていけるっていうことなんですよね。うん、そうなんですよ。だからまだ諦めないでっていうのをね、聞いてから、聞いてから商店街。聞いててほしい。あの時ね、心から諦めないでってずっとここで言ってたから、私。ね、ビデオね、オフにしてね、ミュートにしてね。そう。はいはい。なんでまあそういう形でやっていけたらと思ってます。はい。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きます。はい。動画を撮るのに何を用意したらいいの？はい。これは、リルからですかね。はい。じゃあ僕の方からいいですか。はい。はい、お願いします。はい。まずこの動画を撮るのに何を用意したらいいのってちょっと急に出てきてあれなんですけど、まあじゃあいざ
よし、じゃあ動画撮ろうってなって、うん、じゃあ、うん、あら、でも動画撮るのにまず何用意したらいいのか分かんないという人もいると思うんですよね。うん、で、そこで僕が思うのは、じゃあ次のやつ出してもらっていいですか。うん、はい。おはい。なるほど。旅の準備と同じ。まあ、旅って、まあ、旅行とかですね、うん、旅行の準備と同じだと僕は思いますと。うん。っていうのも、うん、こう、じゃあいざどこかに行こうって決めたときに、まずその、うん、じゃあ、じゃあどこに行こうかな、うん、なんだろう、うん、例えばオーストラリアだとしたら、オーストラリアに行こう、うん、じゃあゴールドコースト行ってみたいなとか、うん、こういうなんか海にあるところ行ってみたいなとか、いろいろ計画を立てると思うんですよね。まず、その計画を立てるっていうところから考えていくと、うん、じゃあ次のやつ出してもらっていいですか。はい。持っていくものっていうのが大体絞れてくると思うんですよ。うん。で、持っていくもの、まあ、例えばここに出させてもらったのだと、うん、身分証明書、まあ、海外だったらパスポート、うん、とか、まあ、国内でも免許証とか身分証っていうのは絶対必要だと思うんですけど、どこに行こうかなって旅のしおりみたいな、うん、自分の頭の中でもいいですけど、まあ、紙なんかに書いてあったりだとか、まあ、旅行会社とかでもなんかこう作ってくれたりとかすると思うんですよね。っていうのと、まあ、スマホじゃなくても、うん、まあ、要は思い出を残す機械っていうんですかね、思い出を残すもの、うんうん、デジカメとかいう風になって、最近はすごく時代が良くなったんで、スマホの映像も写真もすごく綺麗になってるんで、まあ、スマホまとめさせてもらって、あと着替えと、あと洗面用っていう風になってくると思うんですけど、はい、じゃあでいざ何用意したらいいのって話になると思うんですけど、じゃあ次のやつですか、はい、こんな感じになると思うんですね。はい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 。身分証明書っていうのは、要は自分の名刺だったりだとか、まあ名刺 なかったら別に名刺じゃなくてもいいと思うんですけど、身分を証明できるものっていうのをそのまま で、うんうん、で旅のしおりっていうのは、はい、その映像と、絵コンテっていうんですけど、要はこういうふうに撮って、うん、こういうふうなシナリオでとか、うん、っていうふうなのを作ります。で、スマホ、まあこれカメラですね、うんで服っていう部分、撮影に望ましい服ってどんなのですかって感じだと思うんですけど、まさか撮影に行くのにヒールとか履いていけないじゃないですか。確かに動き回るのにね。確かに、うん、やっぱり動きやすい服だったりだとか、うん、結構、まあ、技術的な話になってくると結構暗めの服が良かったりとかするんですね、うん、っていうのはなんか相手が眼鏡かけてたりとかすると映り込みで自分が映っちゃうんですよね、白い明るい服とか着てると。ああ、なるほど。そっか、それは考えなかった。まあ、そういう撮影に望ましい服っていうのと、っていうのは、まあ、エチケット用品。対人のやっぱりことなんで、うん、こういうなんかね、動画撮ってて、ああってこう、なんか喋ってたら息臭かったら嫌じゃないですか。まあ、確かに、ちょっと寄りたくないよね。最低限の、はい、エチケット用品とかは必要なのかな。やっぱ絵コンテはやっぱ必要なんだ。まあ、この後の方にも出てくるんですけど、絵コンテはあった方がいいと思います。なるほど。じゃあこの後の話に期待しましょう。っていうのも、自分の頭の中でも作り上げられるものだと思うんですけど、いざやっぱり現場に行ったりとかすると緊張しちゃったりだとかして、はい、できたんですよね。それこそ、うんうんうん、自分たちなんかもよくあるのが、いや取り漏れちゃったとか、うん、もうやっぱり、うん、そういうのが起きないように、うん、極力絵コンテを元に事前に考えて、うん、冷静な時に考えたものに基づいて、撮影していく、そして編集するっていうのが大切なのかなって思います。ありがとうございます。で、はい、で次、よし、じゃあこれで OK、 はい、思うかもしれないじゃないですか、はい、思った、はい、けど、はい、旅っていう言葉だけで言うと、はい、こんな言葉があって、ちょっと次のやつですか、じゃあ、はい、はい。旅は道連れ、世はなすけっていう言葉があって、
これ読ませてもらうんですけど、旅行に同行者がいるということはとても心強く感じると。で、同様に撮影も同じで、人の情けや思いやりがあってからこそ心強く感じる。つまり助け合いが大切というふうな。なるほど。はははは。つまり、じゃあ次のやつは。はい。はい。うん、旅の費用はパートナー。映像を撮る上で一緒に同行する、うんまあ、アシスタントだったりパートナーっていうのがいるだけで、うんうん、その現場はすごく心強く感じるし、進行もスムーズにいくんじゃないかなって思います。でまとめさせていただきますと、まとめます、はい、次に行くんですけど、まず、まあ、こうまとめさせてもらったんですけど、要はその、うん、旅の準備と同じっていう部分で置き換えていくと、うん、まず行き先を想像するっていうことじゃないですか、うん、オーストラリアっていう部分で言ったら、うん、青い海白い 砂浜みたいなことを想像しますっていう風になった時に、その次に、行き先に合わせた準備をする。例えばビーチサンダルとか、うん、わかんないですけど、ハイパン持ってこうとか、うん、はい、わかんない、はい、わかんないけどね、はい、わかんないけど、まあ、例えばそういう感じ、はい、で、うんうんうん、まあ、実際旅に行ったら、その前のドキドキ感だとか、うんうんうん、行ってワクワクする感じだとかっていうのを楽しむという気持ちがすごく大切、うんうん、まあ、つまりここ 1,2,3 番でまとめさせてもらったんですけど、まず事前に見たい映像を想像すると、はい、でその次に撮影に合わせた事前準備と、でその次に撮影を楽しむっていうふうなことが、うんうん、要は動画撮るって動画を作るっていう上で、用意すべきというか、自分の心も構えとしても、用意しておくことだと思いますっていうような感じですかね。なるほど、ありがとうございます。はい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 、具体的にありがとうございました。じゃあそんな感じ、最後か、動画撮るのに何が大切なの。はい、じゃあ私の方から。はい、お、あきさん、はい、おいわむ、あ、ごめんなさい、はい、いいですよ。じゃあまず動画を撮るのに何が大切なのっていうところで答えをじゃあ出しちゃってください。はいはい、あ、ごめんなさい、一回ストップしていいですか。マイク切り替えますね、はい、顔多分この状態だと思うんで、はい、オッケー、じゃあ切り替えましょう。はい、じゃあその間に何話しますか、若さんえ、若さんいる？ミュートにしてたよ。あ、ミュート。そうだよね。いやいや、まさかマイク切り替えのタイミングが。あ、痛い痛い。あきちゃん来ちゃった。はい、来ちゃった。来ちゃった。はい、はい、だいぶ。ね、生配信。いきますね。はい、お願いします。動画を撮るのに何が大切なの？はい、答え。商店街イコール動画イコール消費者という答えを私たちは出しました。ほう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 、解説を。ちょっと説明していくと、真ん中にある動画っていうものがあると思うんですけど、はい、そこって動画っていうものはメディアっていう言葉に当てはまると思うんですよ。うんうん、で、うん、例えばね、メディアって聞いて私たちの生活の中にあるものだと思うんですけど、はい、何だと思います？何があると思います？新聞。ああ、そうですね。あ、うん、テレビとか、テレビとか、うん、ラジオ。テレビ、うん、まあちゃんとした言葉です。マスメディアっていう、こう、あの、不特定多数の人に発信するっていうメディアになるんですけど、まあ、そもそも、まあ、メディアって、私たちがそのやってるメディアって何なのっていうところをちょっとお話しすると、うん、何かと何かをつなぐものっていう意味があります。うん、で、そうなんだ。ここで、まあ、例えば、じゃあちょっと実際に今の状況ってお話しすると、うん、じゃあ次のページ。はい。はい。もう一個次？こっちで、はい、うん、はい、じゃあ今の私の今回の荒町商店街に関わる立場としてお話しすると、真ん中に講師っていうものがあります、うん、はい、私です、うんうんうん、でそこに、何かと何かをつなぐもの、私が何かと何かをつなぐものってなった時に、豊富な知識と視聴者に合わせた説明をするっていうのが、まあ、メディアになるのかなって、まあ、反対も言えますよね、うん、視聴者の要望に豊富な知識の中から説明する、うん、まあ、それが講師、メディアの役割だと。へー、はあはあはあ、視聴者の人がさ、
あの講師を通じて豊富な知識を得れるってことだよね。あ、架け橋って意味なのかな、そこの真ん中って、うん、そうそう、だからメディアがつなぐってことだよね。うん、そうです、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、次、はい、で、うん、とすると、そう、今回の動画を撮るのに大切なことは何なのって、うんうんうん、いうところで、まあ、商店街の思いと消費者の思いをつなぐ、うん、まあ、それが動画の役割ですよってことを私は思っています。うん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 、ありがとうございます。はい、で、動画を撮るのに、まあ、何が大切なのの、そのまとめに行くと、まあ、本当に商店街の声だけを聞いても、うん、それをメディアに反映しても偏っちゃうし、うん、消費者の声だけを聞いて作っちゃっても、うん、もちろん作るが、メディアが自分の判断で、私はこう伝えたいからこうするんだっていうのも、まあ、違うかなって思うので、本当に両者とのバランスが取れたコミュニケーションがとっても大切になってくるんじゃないかなって考えます。あ、なるほどね、うん、これどういうきっかけでこういうことを考えたんですか。ね、どういうきっかけで、メディア、メディア論っていうね、ちょっとこう勉強する機会があって、うん、ね、なるほどね。メディア、私自身が、まあ、私の仕事というかね、うん、動画だったり写真を持って、それがメディアっていう考えも私の中であんまりなくって、うん、まあ、それをちょっと勉強する機会があって、うん、メディアっていうのを、うん、で、まあ、使ったらなんかこう、なんか生活の中で使っている言葉がこんなにも深かったんだっていうところに行き着いて、うん、この考えが生まれて、そうそう、いや、そう、なんかふわっと僕も昔考えたことはあったんだけども、なかなかこういうふうに整理して言われたことはなかったんで、うん、で、今回なんか、うん、あ、そうか、こういうことかっていうのを今思って、うんうん、ありがとうございます。コミュニケーションがね、一番何よりも大切になってきて、うん、動画を撮る人は、うんうん、すごいこう生きてくるのかなって思うので、やっぱここにカメラだったりスマホがあるだけで、うんうん、まあ、ここを撮ってしまえば、ここのその両者とのコミュニケーションがないと、うん、そのイコールに結びつかないと思うんですよ。うん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 、なので、なんかそのね、うん、大切にしていきたいなって思う考えでした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょうね。はい、じゃあこれ最後かな。はい、でも動画で炎上って怖くないの？炎上したらどうしてくれるわけ？っていう A さんがいます。はい。はい、じゃあこれリザインが答えます。答えます。はい。はい。これの答えはなんか結構次のページ行ってください。答えに行きます。うん。じゃあ火事怖くないの？っていう話なんですけど、まあ、炎上って言葉の通り燃えるって言葉なんですけど、うん、みんな普通に生活してて火事怖いじゃない、普通に。いや、怖いですね、うん、で今さ、自分がこれを見てる人もさ、自分の身の回りも見渡してもらうとさ、うん、燃えるものってたくさんない、紙だったりとか木だったりとかたくさんあるわけでしょ。でも、うん、生活してる時にこれを燃やさないように気をつけて生きてるじゃない。うん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 、燃えるものなんて身の回りにたくさんあるので、燃やさないようにそうですね、生活してると、うんうん、じゃあ動画も一緒で一定数いるんですよ。動画作るっていうと、うん、いや炎上したらどうやって責任取ってくれるんだっつって、うん、炎上したら 誰がね、その、うん、矢面に立つんだとかね、そういう声って一定数あるんですけど、うんうんうん、動画を作るときに家事と一緒で燃やさないように気をつけて撮ることが大切なんですよ。ほう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 。そのさっき の、うん、あのアキちゃんのね、リルの話にもあったけど、つなぐっていう言葉あったじゃないですか。そのつなぐっていうのと一緒で、うん、そのつないだ時に人の気持ち、コミュニケーションって言葉、あのアキちゃんも使ってたけど、そのコミュニケーションをより取って、相手にこれ、うん、動画でこういうふうに PR したらどう思われるかなとか、うん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 、っていうのをしっかり考えながら作ることによって、この炎上っていうのは防げるっていうところです。うん、で火事と一緒で、火事がもし起きちゃったら消防車呼ぶでしょ、うん、それと一緒で、もう火事が炎上が起きたらすぐ弁護士に電話することが大切だなってもう弁護士だね、はい、そう、火消しはね、時間が勝負なので、なるほど、燃えたらね、はいはいはい、延々と燃えるの見てたらさ、ずっと燃えてるじゃん、うん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 、だけどもう ねすぐね対処して、うんうん、すぐ火を消すことが大切で、この火事と一緒だっていうところで覚えてもらえればと思います。はい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 、はい、以上です。まあね、その炎上するってことを理由に動画を作らないっていう選択肢を、
やめましょうっていう話なんですね。うん、そうそうそう。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、質疑応答というところで、まあ、ちょっと時間もちょっとないんですけど、一つ来てたので、この、小島町で景気良くするためにはどうしたらいいですか、うん、ちなみに入れ墨屋さんですという、結構面白い質問が来てますけれども、これ、取り上げるかちょっとどうしようかなと思ったんですけど、せっかくなんで。ごめんなさい、これ、多分自分の中学校の頃の同級生で、ちょっとやんちゃな同級生なんで、こんな感じなんですけど、彼なり のユーモアっていう感じで。そう、これでこのまま流しちゃうとね、炎上しちゃうから、ちょっと。いや、これはすごいなんか難しいことだなと思ってて、うん、今朝なんかもGoogle のニュースを見てた時に国分庁の記事が上がってたのかな、うんうん、Google だったか Yahoo だったか忘れたんですけど、はい、そういう繁華街っていう部分はどうしても、うんうん、すごく大変なんだろうなって。でもそれっていうのは、うん、結構自分たちそういう映像業界も一緒で、うん、なんか、うんうん、直接的にどうしてもやり取りをするっていうのは、うん、今ちょっと我慢する、うん、我慢というか、でも、ただ待ってるんじゃなくて何かをつかみ取りに行くじゃないけど、うん、直接的に無理だったら間接的に何かを発信するっていう力は、うん、すごく大切になってくるのかなって思うんですよね、うんうん、なんか、うん、なんかいろんな、まさに何が言いたいかって、うん、まさに動画じゃないですかっていう風な感じになってくる。やべえ、無理やりなのかどうなのか。手物がありますね、でも。でもなんか、スマートフォンだけで自分で撮れちゃうし、うん、そういうので、まあ お店やってるよとかもそうだし、うん、そういうのを伝えていくっていうのが、本当にこれからはすごく大切なのかなって。うんうんうん。ありがとうございます。なんか基本的にさ、はい、そのごめんね、さっきの小島町の話なんだけど、あ、どうぞどうぞ、はい、うん、その小島町に来てほしい人をみんな想像するのが大切なんじゃない、うん、誰に来てもらえれば景気が良くなるのかとかっていうのを、なんかその結局誰っていうのが結構見えてないと、うん、動画を作るにしろ届ける相手が、うん、まあ、うんうんうん、万人に受ける動画っていうのはなかなかテレビ番組も一緒でさ、世の中の全員が見てるテレビっていうのはないわけじゃん。だから、うん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 、その万人に届けるっていうよりも、さっきの、バズよりエンゲージメントって、うん、漆田さんも言ってたけど、結局、うん、誰に届けたいかっていうのをしっかり考えることによって、その誰に何を届ければいいかって、うん、次に誰の次何をが来るから、うんうんうん、でもそうやって順を追って考えていくと、そのしっかり届けられて、うんうんうん、それが数値として出てきて、うんうんうん、それが形になっていくんじゃないかなって思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあそうしたらあと一応4分ぐらいで終わりになってしまうので、最後、ざくっと、まあ、今ので まとまったのかなというふうに思っているので、そしたら最後にですね、一回全員集合してありがとうございましたをしたいので、皆さん入ってきてほしいんですけど、入ってこれますか？はい、聞きましたよ。聞きました。そう、いや、これさ、いいね、わかんないんだよね。素晴らしいね、はいはいはい、よかった、意味消費素晴らしかった、意味消費。ありがとうございます。よかった、ワンダーランド荒町からの荒町マインド最後に流すのよかったです。ありがとうございます。あとは商店街の思いと、消費者の思いをつなぐっていうのも素晴らしかったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。荒町のためにありがとうございます。呼んでくれてありがとうだね。ありがとうございます。はい。漆田さん、なんかうちは持ってます？持ってますよ。あきちゃんも持ってるよ。あきちゃんも。みんな持ってる？止まっちゃってるからみんな。あ、持ってますよね。当然ですよ。あ、みんな持ってる。荒町に関わるなら。どうしよう。もんじゃもないんだけど。いや、私もないんだけど。はい、皆さん買っ、これ、買ってきてください。ネットで買えるの？ニューバージョン出るから買いに来てね。ネットじゃなくて、荒町商店街で買うんですよ。そうです。すみません。皆さん、荒町商店街で買ってください。はい。はい、マスクしてね、ちゃんと。はい。でもね、全然、こんな感じで、荒町、なぜ今、商店街に動画が必要なのかっていうのを、こう商店街も交えて一緒に考え出たのは、すごくいい機会だったなというふうに、僕らとしても思ってます。なので、
またね、このメンバーだけじゃなくて、荒町の方々もっと多くいますし、その周りの連邦商店街とか、あと阿呆橋とか、もっと宮町とか、うん、もっとさらに広いところで、仙台全体とかね、またもう東北とか巻き込んで、やっていけると面白いなと思っていますので、ぜひこれからも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しかった。はい、楽しかった。はい。じゃあ、今まとめちゃったけど、ぜひ紹介しておきたいなっていう、この背景についても簡単にごめんなさい。ちょっと紹介してあ、そうそうそう。忘れた、ね、紹介するの。はい。これね、全部荒町のお店なんですけども、まず、若さんのところ、これがですね、奥江呉服店さん。あ、本当だ。はい、ありがとうございます。出ました。はい。ちょっと全部入れられなかったんだけど。で、僕、お酒好きなんで、森民酒造さんっていう、仙台市、市街地にある唯一の酒蔵の、ところです。これ、森民さんです。はい。次に、匠さんいきますか。匠さんね、ちょ、ごめんなさい。僕の今画面のとこ止まっちゃってんだけど、止まってないよ、止まってないよ。これだけ乗ってんの違うの、まあ、止まってる演出なの。やめて、はい。まあ、ね、とりあえずね、それ、味噌屋さんですね。400年続く、はい、味噌屋さんの背景ですね。これもいいですね。はい、次、あきさん。あきさんですね、団子屋さんですね。はい、長崎さんとの。かわいい。はい、お団子、はい。僕が好きな醤油。はい、非常にあきさんにぴったりという。それは失礼。はい。じゃあ、最後、漆屋さんですね。漆屋さんは甲信堂のパン屋さんで。ありがとうございます。はい、はい。すみません。他の方々のちょっと見て紹介できなかったんですけど、はい。まあ、こんな感じで、荒町楽しんでくれるんです。ぜひ、皆さん来てください。はい。じゃ最後に、紹介というか、宣伝だけします。動画制作講座っていうのは、6月20日から行います。でこちら先着10名でプラス学生5名、無料で、募集したんですけども、これいつだっけ、もう結構前、3週間ぐらい前かなに、募集した結果、もう2日で10名満員になるっていう、はい、1週間前でしたっけ、2週間前ぐらいかなにやったんですけども、5月末にやったんですけども、一瞬で埋まってしまい、現在キャンセル待ちの状態になってます。ただこれ本当に思った以上に人が、応募来たので、なんとかその方々にも何かこう動画制作については話したいなというか、そういう機会を作りたいなということで、いろいろ考えた結果、青葉の風テラスっていう、国際線大駅上、東西線の地下鉄、東西線の国際センター駅のところに 青葉の風テラスってところがあるんですけども、そこをですね、お借りして、そこでの活動として、今やるという計画が動き出しました。で、7月、かな、7月頃から、この第1回と第2回の内容については、別途料金設定しまして、荒町エリア発信隊の Facebook ページで、広報してきてます。なので、こちらチェックしていただいて、もし今回の、このイベントを見てとか、本当は申し込みたかったんだけれどもっていう人で、もう満員になって、受けられなかったっていう人は、ぜひそちらの方ですね、参加していただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。はい。庄司さんからちょっと宣伝ありますよね。なんだっけ、ほら、今やってるプロジェクトか。あれいいの？荒町関係ないんですけど、いいんですか？関係ないか。じゃあ、いっか。じゃあ、いっか。大丈夫です。大丈夫なんで。大丈夫。はい、大丈夫です。はい。あと何か皆さん、言い残したこと。大丈夫。はい。じゃあ、切りますよ。はい。ありがとうございました。切りますよ。切りますよって終わる動画あります。寂しいな。寂しいな。これさ、終わり方をさ、ワンダフル、ワンダフル、ワンダフル荒町。ワンダフル荒町でいきましょう。ワンダフル荒町。それだ、それだ、それだ、それだ。はい。じゃあ、ちょっと理事長、理事長か、庄司さん、掛け声お願いしていいですか。せーの、ワンダーランド荒町。せーの、ワンダーランド荒町。はい。はい、これ写真撮ってます。あ、理事長もう一回入って、理事長もう一回入って。もう一回、見切れちゃってる。はい。はしゃぎすぎ。ワンダーランド。ワンダーランド。ワンダーランドで行きますんでね。はい。はい、今日して、視聴してくださって皆さんありがとうございました。ありがとうございました。マックスで50人ぐらい同時に見てくださって、多分今30人ぐらいだったのかな。で、合計200弱ぐらいの再生数だったので、
だいぶいろんな方に見てくださったと思います。なので、これからもぜひ荒町エリア発信隊の活動ですね、見てください。じゃ今日はありがとうございました。拍手。ありがとうございました。拍手。はい。